作探偵小説「黒い虹」「江戸川乱歩」「珍琴屋」私「私坊やと一緒に停車場までお見送りしますわ」いいよいいよ君は寒い風に当たってはいけないんだからそれにもう時間も切迫しているし。 夫は取りつくしまもないようなそっけない調子でせかせかと出発の用意をしていた彼の頭の中は仕事のことであるいはもっと別なことでいっぱいになっているように見えたこん涼子は自分の目が捨てられた犬のように惨めにおどおどしているのを感じて我ながら腹立たしかった。 うーん、多分。だが、僕がこの頃非常に忙しいことを君は知っているはずだね。今日もまた夜更かしをしてしまうかもしれない。待っていなくてもいいんだよ。じゃあ。彼はもうカバンを抱えてドアの方へ歩きかけていた。あなた涼子はもう泣きそうになって、でも最後の愛眼を目に込めて夫に追いすぐった。 バカだね、君は。しかし彼はちょっと笑ってみせて涼子の手を取ってまねごとみたいな接吻をしてくれたそれはうれしかったのだけれどその手の指にはあの夫の嫌いな指輪がはまっていたまだこれをはめているんだねえ細工師を呼んで切り取らせればわけないじゃないか僕はこのへんてこな指輪を5年も我慢させられたんだぜ 本当に取ってしまう方がいい代わりはどんなんだって買えばいいのだから5年というのはつまり結婚嫌いという意味なのだ彼女はその指輪が指に食い込んでしまってどうしても抜けないのを口実に夫が嫌いなのはよく承知しながらも捨てないでいたそれには人に言えないある深い訳があったのだ彼女は 一生涯この指輪だけは手放すまいと固く決心していたのだ夫は彼女のこの落ち度を幸いにして住面を作ったままもう振り向きもしないで出かけていった涼子は洋館のポーチに立って釣れない夫の後ろ姿が消えてしまった後までもじっとその門の方を物悲しく眺めていた どうしてこんな鎌倉などへ引っ越しをしてしまったのだろうあの時あくまで不同意を唱えればよかったのだあたしの病気を気遣ってくれているとばかりうぬぼれたのが取り返しのつかぬ失策だったあの人の底意はもっと別のところにあったのだあたしをこんな不便なところへちっさせてご自分は仕事が忙しいのをかこつけに だんだんあたしから離れていこうと企んでいらっしゃるのに違いない。それが証拠に、ここへ移ってからというものは、東京でお泊まりになる日の方が多いくらいなのだもの。涼子は青ざめた顔をして空間に力ない目を据えて、いつまでも愚痴っぽく考え込んでいた。ふと気がつくと、 夫の消えていった門のところにぽっつりと赤いかわいらしいものが現れたそれを見ると彼女は荒涼たる冬の野にパッと美しい花が咲き出たように感じた今は彼女に残されたたった一つの魂が四つになる坊やの冬をが「マんママんマ,マ!と」と 顔いっぱいに笑いながら姉やの手を振り切ってこちらへ駆け出していたおう,うーちゃんいらっしゃいさあここへ涼子も無理に作った笑顔になってポーチの壁際にうずくまって両手を広げてみせた「パパゴーゴーに乗っていらっしゃった入っちゃい」冬尾は母の膝にもたれかかって 今道で父に出会ったことを報告したええパパまた東京へいらっしゃったのよあとは坊やとまんまっきり二人仲よしだから寂しかないわね坊やと遊びましょうね涼子は我と我が言葉につい涙ぐんで痩せて青ざめた方を冬尾の赤い方にすりつけながら 小さいさ体を抱きしめるようにした4歳の子どもでもそういう感情が全く理解できないわけではなかったから冬をもう寂しそうにしてじっと身動きしないでいたが母の手をもてあそびながらふと指輪に目を留めると彼女の悲しみを紛らそうとでもするように小さい指でちょいちょいと指輪の上をつつきながら「じいじじいじおおかない」。 あー,んあーんとわざと大げさに怖がって見せて泣きまねをしたそれは涼子が坊やをからかうためにいつも使う言葉と同じであったその指輪には恐ろしい2本の長虫が彫刻してあるのだ2匹の金の蛇が白くて細い涼子の指をぐるぐるとならまきして 双方から鎌首をもたげてぱっくりと口を開いている真ん中に真っ赤な丸いルビーが今滴ったばかりの一滴の血のように気味悪く膨れ上がって輝いているハハ坊やもこの指輪嫌いなのねパパもそうなのよでもママにはこれ大事の大事の指輪なのよ どうしても捨てられない理由があるのよ、犯人ね彼女はわびるように言って、指輪の手を子どもの背中に回してまた抱きしめたのだが、そうしているところへ、門の外の往来からにぎやかな太鼓と鐘の音が下品なウキウキする調子で響いてきた子どもは耳ざとくそれに気づくと、もうもがくようにして母の膝を離れていた。 チンちンドーンドーン彼は小さい体じゅうを動かして調子をとりながらちんどん屋の歩きまねをして勢いよく門外へ駆け出していった涼子は自分も一緒になってちんどん屋を見に出る気力がなかった何かしらまだじっと考えなければならないことが残っているような気がして 立ち上がるのも億劫だった「姉やがまだ門の外にいるはずだから坊やを見てくれるに違いない」彼女はうっかりそう思い込んで安心していた「ちんどんの音がだんだん遠ざかっていっても不養が姉やに手を引かれて名残惜しそうに見送っている様子を想像しながら別に心配もしないで彼女自身の物思いにふけていた。 だがその時姉やはもうその辺りにいなかったのだ姉やばかりではないチンドンやとちょこちょこと駆け出してきた冬音とのほかにはその寂しい屋敷町には全く人影がなかったのだチンドンやは背中に赤い広告の旗を挿し首から太鼓を下げそれをタヌキの腹包みのようにたたきながら 赤いメリンス友禅のパジャマの腰を奇妙に揺り動かして不要のそばへやってきた「坊っちゃん坊っちゃんこっちへいらっしゃい」頭には大きな花笠をかぶりその下を赤い布ですっぽりとほうがむりをして顔にはおかめの面がニコニコと笑っている「坊っちゃんいいものあげましょう」これおいちいですよ。 パジャマのポケットから美しくどった砂糖が子を出してくる。くると見せびらかしながら、右手の太鼓の鉢でしきりにおいでおいでをする。冬王はおとぎ話の国の同契約者の面白さとお菓子の美しさに吸い寄せられるようにちんどん屋のそばへ走り寄った。さあ、いらっちゃい。あっちへ行きましょう。あっちへ行きましょう。 ぼっちゃんの好きな電車のおもちゃや自動車のおもちゃやそれからお菓子もどっさりあるんですよ一緒にいらっしゃいねみんなぼっちゃんにあげますからちんどん屋は冬尾に砂糖菓子を与えると素早くその手を握って一方の手では何気なく太鼓をたたいて面白く童謡を歌いながら だだんだん門前を遠ざかっていったお菓子を頬張った冬男は同様に合わせて足を踏みながら無邪気に手を引かれていくニコニコ笑ったおカの面と赤いほっぺたのかわいい子供とはおててつないでウキウキと楽しい散歩でもしているようにやがて向こうの街角に 姿を消してしまった。恐怖の一夜。奥様坊ちゃんどこへいらしたのでしょう？探しても見つかりませんのよ。まだ17歳の子供っぽいね。えやがぼんやりした顔で涼子の今へ入ってきたのは、それから1時間ほども経ってからであった。あら！ お前がおがりしてたんじゃないの涼子はねえやのひと言でもう顔色を変えて激しく尋ねたさっき表へちんどん屋が来て駆け出していったきり私は知らないのお前一緒にちんどん屋の後でもついていったんじゃないのかいい,いえ私ちんどん屋の来たのをちっとも存じませんでした台所の方へ行っていたものですから。 姉やは泣き出しそうな顔になって言う。まあ、お前が台所なんかへ行くことないじゃありませんか。台所には竹谷がいるからいいんです。お前は坊やのおもりが役目じゃないか。さあ、早く探してちょうだい。竹谷にもそう言って、二人で近所を探してちょうだい。だが、それだけでは気が済まなかった。涼子自身も帯を締め直し、羽織を変えて、 表へ飛び出さないではいられなかった近所は一軒一軒訪ね回って調べた出入りの御用聞きたちに頼んで付近の神社や空き地などもくまなく探してもらったそうして歩き回り頼み回っているうちに30分1時間とたっていっただが冬尾はどこに行ったのか影も形も見えないのだ もう我慢できなくなって東京の事務所へ電話をかけて相談しようとすると夫は外出していて行き先がわからないという返事だ夫に見捨てられその上たった一人の坊やにまで別れなければならないようなことになったらどうしようそう思うと気も狂いそうであった仕方なく同じ電話で警察署に訴えると やがて一人の巡査が事情を聞きに来てくれたが十分手を尽くしてみますからとただ通り一遍の挨拶で帰ってしまうし近所の奥さんなども次々に訪ねてくれたけれどいくら慰めの言葉を聞いたからといって坊やの消息がわかるまでは落ち着けるものでもなかったそれからまた30分1時間とイライラ待ちながらも幾度も東京へ電話をかけたけれど 事務所には給仕がたった一人で夫も他の事務員も外出したきりまだ帰らないと答えるばかりそうしているうちにもう日が暮れて窓の外の闇がだんだん濃くなっていくこの調子だと夫は今夜も東京に泊まるつもりに違いない親戚は皆遠方だし 鎌倉には頼りになるほどの友達とてもない涼子は本当に泣きだしてしまった声こそ立てなかったけれどポトポトととめどなく落ちる涙をどう隠すすべもなかった彼女は真っ暗になった表へまたふらふらと出ていった泣きながらあてどもなく闇の中を歩き回った 広い世界にたった独りぼっちという哀れに物悲しい感情がひしひしと胸に迫った。だが私よりは坊やの方がもっともっと独りぼっちで寂しいのだと思うと暗澹たる暗闇の底にちっぽけな冬をの泣き叫んでいる姿が目に見えるようでもういても立ってもいられなかった。 警察へも二度三度様子を聞きに行ったけれど何の甲いもなかったもう今夜は諦めるほかはない体も心もヘトヘトになってしまったそれに今家へ帰ればひょっとして夫が帰宅しているかもしれぬという空のみに力づけられて足を引きずるようにして帰ってみるとやっぱり家の中はガランと寂しくて 二人のお手伝いがおどおどとしているばかり夫の姿も見えず冬尾の消息も待ち受けてはいなかった涼子はもうがっかりしてどうでもなれという気になって戸締まりを命じておいて寝室のベッドに横たわったが体は綿のように疲れ切っているくせに目も耳も病的にさえかえって眠ることなど思いもよらなかった 柱の鳩時計が脅かすように十一時を報じ十二時を報じ一時を報じた犬の遠吠えにも野鳥の声にもたちまち不男の姿が目に浮かんでぎょっとベッドの上に置き直ったともすれば軽業師に揺られた幼い不男が高いは子の上でブルブル震えながら泣き顔になってハッ と正面を切っている無残な姿などが、暗いまぶたの裏に浮かんできた。耳を澄ますと、かすかにかすかに波の音が聞こえている。涼子の家は海岸とは反対の端にあったので、まさか冬王が一人でそんな遠い海辺までさまよって行ったとは考えられなかったけれど、そうして遠い波の音を聞いていると、坊やが、 真っ黒な波灯の上を小さな人形のように漂っている光景をさえもまざまざと幻想されるのであった「ああ神様どうかお救いくださいましかわいそうな幼いものをお守りくださいまし」涼子は一心を込めて祈ったついには声に出して何かしら目には見えぬ偉大なものに哀願した するとその声に応えるように枕元の窓の辺りに小鳥とかすかな音がしたように感じられた「誰坊やじゃないの!?」つい大きな声で言ってしまった彼女はなぜかそこのカーテンの向こうの暗い窓ガラスにじっと顔を押し当てて黙って母の寝姿を覗いている幼い子供を幻想してゾーッとした。 だが、無論そんな変なことが起こるはずはない気のせいに違いないそれとも黒い風が吹きすぎたのかしら涼子は物音のした窓のカーテンをじっと見つめていたするとなぜだろう窓の戸は閉めておいたはずなのにカーテンの裾がへん平な一種の生き物ででもあるようにへらへらと動いているのに気づいた 締め切った部屋の中に風が起こるはずはない。もしやあのカーテンの陰に何か得体の知れぬものがうごめいているのではあるまいか。彼女は窓の外に裏庭の黒い木立があって、その向こうは隙間の多い生け垣を境に果て知れぬ暗闇に続いていることを考えると、何とも知れぬ恐ろしさににわかに動機が激しくなるのを覚えた。 カーテンの裾がまた大きく動くのが見えたそして何か白いものがひらひらとカーテンの影から床に落ちた涼子はドキンとしていきなりベッドの上に羽をきて枕元の呼び鈴をおすが構えをしたが白いものは床に落ちたままじっと動かないでいた生きていて ここちらへ這い寄ってくるようななものではないことが分かったそれは四角な西洋封筒らしく思われたちっとも怖いものではないだがそれが夜更けの一時過ぎ暗闇の外から投げ込まれたのだと考えるとそれに誰か投げ込んだ人がいなければならないのだと考えると今度は別の現実的な恐ろしさに息も止まるようであった。 誰そこに立っているのはやっとの思いでかすれ声が出たしかし答えるものはなかったカーテンの裾がやっぱりヘラヘラと動いているばかりであった涼子がベッドを降りてその西洋封筒を拾い上げるまでには実に長い時間がかかっただが彼女はとうとう窓際ににじり寄って おずおずとカーテンを開いてみた。案の定、ガラス窓の下がほんの五分ばかり空いていた。誰かが外から窓を開けて手紙を投げ込んでいったのだ。無論その自分にはもう庭に人影など見えなかった。この手紙を見れば、坊やの消息がわかるに違いない。きっとそうだ。りょうこは直角的にそれを感じた。 そうなると怖さなどは忘れてしまって彼女は慌てて封筒を開いてみたそこには案の定乱暴な鉛筆書きでこんなことが記してあった冬尾君は確かに預かっていますいつでも引き渡しますがそれには条件があるのです別に難しいことではありません誰にもこのことを告げず あなた一人きりで明日の夜明け前午前4時かっきりに咲の家を訪ねてください条件はただそれだけですその上で冬く君をお返ししますもしこのことを警察に告げたりご主人その他に知らせたりすれば冬く君は生きて帰らないものとご承知ください 僕はあなたの行動はどんな些細なことまでもすっかり見張っているのです僕をごまかそうなどと考えると取り返しのつかぬことになります良子様あなたのご存じなき一青年よりそして最後に大仏裏のある空き家を指定し 簡単な案内図のようなものが書いてあった良子はそれを読み終わると直ちにその申し出に応じる決心をした犯人の恐ろしいそこいに気がつかぬではなかったこの奇妙な条件は彼女にとって金銭的なゆすりなどよりは幾層倍も耐え難いものであることがよく分かっていただが彼女は愛児の命を救うためには もうわが身をかまって謎いられなかった参りますきっと参ります坊やさえ無事に返してくださるなら私どんなことでもします彼女は窓の外の闇に向かってボロボロと涙をこぼしながら哀がんしたそこの木陰に恐ろしい犯人がうずくまってでもいるかのように それから午前四時までの二時間後、彼女はどのような少量のうちに過ごしたことであろう。無論一睡もしなかった。そのくせ目を開いたままあらゆる悪夢に襲われていた。集会の限りを尽くした地味猛狂が彼女の周りを踊り狂っていた。異常に厚ぼったい真っ赤な唇で彼女にニタニタと笑いかけた。 ヒキガエルの背中のように不気味にヌメヌメした指先が彼女の肌をなで回しさえした。看護お殺人事件。約束の午前四時。涼子はお手伝いに気づかれのようにこっそりと家を抜け出して手紙に教えられた闇の道筋を走るように 死に物狂いの気力でやっと指定の空家へとたどり着いた大仏裏の山と山に挟まれた谷底のような寂しい場所家続きを出外れて一丁も行った橋の一軒家だぼんやりと寒そうについている道端の安全塔を頼りに透かしてみると門は開いたままになっている家の中は真っ暗で少しも様子がわからぬけれど もうここまで来た上は躊躇しても仕方がない涼子は体中が無感覚になってしまった気持ちでもう恐怖さえも忘れたようにつかつかと門内に入っていった門を入るとすぐ格子戸になっているらしかったがあまりの暗さにどうしたものかと立ちつくんでいると突然後ろに異様な人の声がした「涼子さんよく来ましたね」 こちらへ入ってください。ぎょっとして振り向くと、彼女とモントの間に黒い影法師が立ちはだかっていた。涼子は知らなかったけれど、この影法師は警察の火星がありはしないかと確かめるために、最前からずっと彼女の後をつけてきたのだ。坊やを受け取りに来ました。坊やはどこにいるのです。早く返してください。 涼子は死に物狂いの母親の大胆さで影奉仕に食ってかかった「まあお入りなさいお話はそれからです」黒い影はそう言って格子戸を開けると隠し持っていた懐中電灯をつけて足元を照らした涼子はその丸い光が進むままに下駄を脱いでカビ臭い畳の上を奥へ奥へとついていった いくつも襖や障子を分けて廊下を通って最後の襖を開くとパッと視界が明るくなった10畳ほどの広い2本間の真ん中に大きな裸ろうそくが赤っぽくチロチロと燃えているのだ部屋には装飾も家具もなかったけれどたった一つ床の間の前に白布で覆われた長方形の大きな箱のようなものが置いてあった。 だが涼子はそんな部屋の様子よりも彼女をおびき寄せた犯人の風体の異様さにあ気に取られてしまった彼は派手なメリンス友禅のダブダブしたパジャマを着て頭部はすっかり赤い布で包みお神楽に使うようなおカメの面をかぶっていたハハハ変な格好でしょだが今少しの間 奥さんに顔を見られたくないのですよ太鼓を持たぬどんやが不気味に言った涼子は最前から気づいていたのだがこの男の声は実に異様であった何にわ節語りのようなしわがれた太い声で物を言っているかと思うと時々まるで子供みたいな甲高い声が混じるのだそれに面をかぶっているせいか 妙に鼻の詰もったような聞き取りにくい発音であるひょっとしたらこれは自分の知っている人で自分に悟られまいために面をかぶったり声を変えたりしているのではあるまいか彼女はそんな疑いをさえ抱いた坊やはどこにいるのでしょう私坊やさえいただければ用事はないのですから 涼子はニヤニヤ笑うオカメの面をにらみつけながらきっと言った。ハハハハ。ところがあなたの方に用事がなくてもこちらにはあるのですよ。坊っちゃんを渡す前にねあなたに少し寒い思いをしてもらわなければならないのです。という意味はね涼子さんあなたは僕の前で裸になるんです。 さあ、今すぐ裸体になるのです。終わりの方はぞっとするような激しい口調であった。裸体ですってそうして、どうしようとおっしゃるのです。それを聞くことはありません。ただ僕の命令に従えばいいのです。でないと、僕は、冬をくんの命を、 は相手になまで言わせなかった。もうそれくらいのことはとっくに観念しているのだ彼女は子供のようにくるくると着物を脱いで恥ずかしい真っ裸になって赤いろうそくの光の前に立ったあ、はああなたはそれほど子供がかわいいのですかさすがの悪党も少なからず驚いた様子だあったえ かわい,いのです。あなたのそのやつれた顔では昨日からずいぶん苦しんだのでしょうねははは。<laughs> その上に見知らぬ男の前でこの集体をさらさなければならないとはねえ道化姿の悪人はさも気味がよいと言わぬばかりに踊るような足つきで良子の周りをぐるぐると回りながら 亀の面の黒い二つの穴から彼女の美しい体を眺め続けるのであった今にも飛びかかってくるかどのような目に遭うことだろうと涼子はもう死んだ気になって目をつむっていたハハハ涼子さんあなたは夫に捨てられた坊やは奪われてしまったその上 女の命まで投げ出さなければならないとはなんという惨めなことでしょうもしあなたを恨んでいるものがあったらさぞさぞ胸のすく思いがすることでしょうねええ私何もかも投げ出してしまったのですでも坊やだけは取り返さないでおきません良子は固く目をつむっていたので知らなかったが 悪人は床の間の前の長い箱のようなものの、白鵬を取り去ってその蓋を開いた。さあ、涼子さん。あなたの寝台はここです。ここへおやすみなさい。ああ、いよいよその時が来たのかと思うと、涼子は何とも言えない。いやらしさに身震いがやまなかったが、観念して目を開くと岡部の面が差しているのは意外にも。 長方形の箱の中であった。まあ、これ、棺桶ではありませんか。棺桶の中へあたしを入れて、一体どうしようというのです。涼子はびっくりして叫んだ。決まっていますよ。棺桶は土の中へ埋めるものと。悪人はせせら笑うように答えた。あたしを、土の中へ 涼子は実に恥じても恥じきれない思い違いをしていたのだ我が子の命を買い戻すのには彼女の低層だけで十分だと恥ずかしくもうぬぼれていただが悪人はそんなものを望んではいなかったのだただ彼女を悲しませ苦しめ恥ずかしめた上命をさえ奪おうとしているのだでは あなたは約束を保護にするつもりですか坊やを返すのではなくて、あたしを殺すのが目的だったのですかあたしは殺される思いなんかありません。ありません。あなたは誰です。あなたは誰です。約束は保護にしません。もっちゃんはきちんとお返ししますよ。ほら、その箱の中をごらんなさい。あっ 涼子は悲鳴のように叫んで看護家に走り寄ったそこには箱の隅っこに冬尾の小さい体が横たわっていた着物を剥ぎ取られ真っ裸にされて白っぽく冷え切っていた裸の涼子が丸裸の我が子の死骸を抱きしめて何かの悲しい絵のように箱の前にく崩れていた 彼女のそうけだった肌は劇場にピクピクとけいれんし、顔は死人のように青ざめて引き歪んでいた。あんまりひどいと思いますかだがね、僕が誰だか上がったら、あなたはきっと画展が行きますよ。さあ、ご覧なさい死に際の土産に、僕の正体をご覧なさい。 悪人はそう言いながら涼子の前に顔を突き出して岡亀の面をひょいと取り去ったあっあなたは涼子は一目で相手を悟った悟ると同時に心の底の底からこみ上げてくる恐れにもう逃げ出す力も口をきく力さえも失って大きく大きく見開いた目でまばたきもせず その恐ろしい顔を見つめるのだった涼子と冬男の無残な死体が発見されたのはその日のお昼過ぎであった偶然見回りに来たその空き家の差配人がそれを発見して青くなって警察に届け出た涼子はあの看護家の中に長々と横たわってその血みどろな胸に冬男の死骸を抱きしめたまま名目していた 冬尾の死因は涼子の方は鋭い刃物で胸をえぐられていたこの二重殺人事件の不思議なことはそのためにわざわざこしらえたらしい看護けの中へ被害者たちの死体が収めてあったのともう一つは涼子の左手の紅差し指が根元からすっぱり切り取られてどこかへなくなっていたことであったその紅差し指には 涼子があんなにも大切にしていた二匹の蛇の彫り物のよしありげな指輪がはめられてあったのだが水谷純あらすじ恐ろしい殺人事件から三週間いまだに犯人は見つかっていない教会で涼子の葬式が行われる中 その式に使われている涼子の写真が出席していた同窓生、京国凛子のものとすり替わっていることに一同は騒然とする写真は入れ替わったのか、または最初から取り違えていたのか原因は明らかにならなかったが、大きな問題ではないと考えた一同は深く追求することをしなかった時は過ぎ、クリスマスイブ仮想舞踏会での出来事 マリー・アントワネットに扮し、優雅に踊っていた京国リンコだが、徐々に足元を乱し、倒れ込んでしまう。そばにいた人々は急いで駆け寄るが、その時すでに京国リンコは事切れていた。死因は胸に受けた注射針。そしてその死体からは、紅差指が切り取られていた。犯人はすぐに察せられた。 凛子が死の直前まで踊っていた骸骨紳士の仮装をした男である警察の調べで骸骨紳士の身元はすぐに知られた看護家殺人事件で殺された河合良子の夫河合恭一郎である京極凛子を殺したのが河合恭一郎であったということは 先日、葬式の写真を入れ替え、凛子に対して死の宣言をしたのも、また彼であったのだろうか。大下うだる、不気味な面会人。先生、秋元先生はいらっしゃいませんかああ、おりますよ。何ですの ああ、ここにおいででしたか先生のところへ面会人です不立大罰女学校用務員の大場老人がそう言って近加子を呼びに来たのはその日ももうあと1時間で授業を終わろうという時だった秋元千子は若い研修画家としても多少名を知られているし府立大罰女学校の図画の教師としては 生徒からも同僚教師仲間からもなかなか人望のある方である「面会人ってどんなこと?」と千子は銀色のスチームの上で手をぬくめながら聞いた大ー老人は少しもじもじしながら「へいそれが実はちょっと妙な方でございまして名前を一向に申しませんので」 名前をおっっしゃらないって変だわね。生徒の不敬な方じゃないかしらさあどうでございますかとにかく秋元先生にほんのちょっとお目にかかりたいって申してるんです。着ているものなど少々みすぼらしいように思いますし髭をぼやぼやと生やしていましてあまり人相は良くないんですが。 近子はほんの少しばかり眉をひそめたがその時はまだ別に大したことだとも思わなかった人相が悪く名前を言わないということがいくらか気になるようだけれど会ってみれば案外知っている人なのかもしれないと思ったどうなさいます先生先生を探してみたけれどいらっしゃらなかったと言って追い返しましょうかええ でもね、待っていてもらってちょうだい私あとですぐ行ってみますからそうですかじゃあ第二応接室の方へでも通しておきましょう廊下ではもうベルが鳴り始めていたその時間は近子は4年の北組に石膏の半身像を射精させるだけのことだったのですぐ教室へ出て行ったが生徒には簡単に射精の注意を与えておき その間を利用して気軽に第二応接室へ行ってみたそこは学校の正式な応接室ではない粗末なテーブルに椅子が四五脚スチームもろくに効いていないような北向きの寒い部屋であるしかし名前を言わないなんて誰かしらと思いながらドアを開けるとあっ 小さな叫び声が自然と口を漏れたそこにいたのは大場老人の言ったようになるほど非常に三つぼらしい風体の男だった着ているオーバーもヨレヨレにしわがよりその下に見える服なども胸のところへ泥の塊みたいなものがこびりついている頭の毛はもじゃもじゃに乱れ 幾日もカミソリを当てないほひげがじじむさく汚らしく生えている近加の驚いたのはそんな人相風亭のことではないそれが彼女のよく知っているしかも近頃世間で皇后と噂を立てている怪奇な人物であるからだったまああなたは河合さんじゃございませんと はあえぎながら言った。面目もありませんとそのみすぼらしい男は頭を下げたどちらもしばらくは無言それはクリスマスイブの夜ホテルドリアンの大広間でマリー・アントワネットの仮装をしていた峡谷林子自分は黒の上着に骸骨の模様を縫い付けた仮装をし 胸に隠したセルフタイマー仕掛けの注射針で巧みに殺害して逃げ去ったあるいは逃げ去ったと世間で噂されている河合恭一郎の哀れにも落ちぶれ果てた姿なのだった千子は女学校時代が京極凛子とも同窓であればまた凛子より前にもっと悲惨な最期を遂げている河合恭一郎の細君涼子とも同窓だった その関係で涼子と時々行き来をしたこともあり従って夫の河井氏をよく知っているその河合氏がなぜ自分を訪ねてきたかいやそれよりも鎌倉の棺桶殺人事件続いて行われたホテルドリアンの骸骨殺人事件それと河合氏とはどんな関係を持っているか千子は 疑惑と恐怖と好奇心とで一瞬間頭の中をガッとかき回されたような気持ちだった。チカ子さん、僕はあなたにお目にかかるのが実につらいんです。しかし、今日はそのつらさを押して参らねばなりませんでした。それは僕が今警察から追い回されていまして、そのことを 私の家内のお友達であったあなたにだけ一とおり弁明をしておきたいしそれにあなたにもぜひお尋ねしておきたいことがあったものですから河合氏はやがてさも言いにくそうにそんなことを言い出した「2に」。 りょうこさんのお亡くなりになられた頃のことや、また最近のりんこさんがお亡くなりになられたことは、私新聞で詳しく拝見しておりますけれど。ちか子は注意深く相手の様子を見ながら言った。かわいしはそうしたちか子の視線を絶えず避けるように努め、時々寒そうに体を揺さぶりながら。はあ。 それは多分そうだろうと思いました。家内の時のことはともかく、凛子さんがホテルドリアンで殺されたことについては、新聞ではもう散々に僕のことを書き立てています。要するに僕は凛子さんの殺害者ということになっているのですから。何でもあなたが一番の悪者にされているようでございましたわね。 さっきからのお言葉の様子だとそれについてあなたのおっしゃりたいことはつまり僕は決して凛子さんの殺害者ではないということなんです当時のことは新聞でご承知なら詳しくお話しするまでもありませんけれども僕は確かに当夜骸骨模様の仮装をしてクリスマスイブの舞踏会へ行きましたそれから 凛子さんのお相手を願ってしばらくの間踊りましたところが踊っている途中で凛子さんは急にめまいがされた様子でくらくらっと僕の腕の中へ倒れてこられ僕はそれを解放しようとして座席の方へ急いで戻ったわけだったんです僕は場合が場合で実は まだ凛子さんがどうしてそんなに急に気分が悪くなったのかわけがわからずあまり騒ぎ立てるのもよくないと思いホテルのマネージャーでもそっと呼んできて凛子さんのことを頼むつもりでちょっとの間そこへ凛子さんを休ませたまま広間を立ち去っていったのですけれど河合氏は話しかけて急に辺りをキョトキョとと見回したがそれは 何か目に見えぬ恐ろしいものにでもつけ回されていて部屋の中へ誰か別の人間がそっと入り込んできていはしないかそんなことをおどおどと恐れているような態度に見えた千佳子はじっと黙って相変わらず川井氏の態度から目を離さない川井氏は汚れてくしゃくしゃになったハンカチを取り出して額の汗を拭きながらまた言葉を続けた で、そんなわけでしたけれど、その時私は倒れた凛子さんのところへそれっきり帰れなかったのが一番いけなかったと思うんです。世間では何も知りません。だから僕を凛子さんの殺害者だと決めてしまっていますが、実を言えば、その時に僕がマネージャーを呼ぶために広間を出るとすぐのことですが、僕は 何者とも知れず背後からいきなり羽交い締めに締めつけられましてね「今さらこんなことを言ったって誰も信用してくれやしない」「それだけ僕は苦しい立場に立っていて追い回される獣のようにこうやってしょっちゅう日の目を恐れながらこの広い東京中をうろうろと逃げ回っているんですけれど」 あなたがその時にそれっきり行方をくらましたのは何よりあなたが怪しい証拠だと言って新聞にも二、三度強調して書いてございましたわそれでしかし後ろから締め付けられてそれからどうなすったのでございますか普通なら僕も無論それくらいのことでやられやしません腕っぷしが強くなくても 格闘なりなんなりして、むざむざそのままで敵の術中に陥れられなんかしませんけれど、その時は何しろ不意打ちだったものですから、実は抵抗するいとまも何もなく、組みつかれたと思った次の瞬間、鼻のところへ何かこうベタっとしたものを押し付けられてしまいましてね。まあ<う>。それが後で考えると、 剤だっすだたと思うんです僕はそれっきり気を失ってしまいましたそれから気がついてみると骸骨模様の仮装服はすっかり身から剥ぎ取られていて丸ビルの裏手にある寂しい空き地のところへゴロッと寝かされていたような始末なんです新聞では 骸骨模様の仮装服はトイレットの中に脱ぎ捨ててあったと書いてございましたそれがあなたのおっしゃった通りだとするとまあ要するに僕にその麻酔剤を嗅がせたやつの仕業なんですそいつが僕の着ていた仮装服を後でそのトイレットへ持って行ったに違いないんです 外骨服の胸にはセルフタイマー式の注射針が巧妙に縫い込んであったということですけれど僕はそれを着ていた時ちっともそんなことに気がつきませんでした今から思うとそれも実に不思議な話であの外骨服はもともと僕が注文してこしらえたものじゃなかったんですクリスマスイブのダンシングソサエティへ 僕も気はくさくさするしいいおりだから出てやろうかと思っているとそこへ誰とも知れずあの仮装服を送ってよこしてくれたものがあったものですから河合氏の話は初めのうちなんだか変なようなところがあったがだんだん聞いてみると 近子にはだいぶ筋が通っているという気がしてきたそんなことはまるっきりでたらめで河合氏が勝手に作り上げた話だとすればそれまでであるが一方から考えれば鎌倉で良子を殺しドリアンで凛子を殺した犯人はどうしてなみなみならぬ勘違に長けたやつであるそういうやつが しンンの県議を河合氏に塗りつけてしまうためにいろいろの細工をしたということも十分あり得る千加子は半ばまだ河合氏を疑い半ば河合氏を信じかける気持ちになった仮装服をあなたに送り届けたというのは初めから随分計画的だったということになりますがね誰がそんなものを送ってよこしたのか全然お心当たりがないわけなんでございますか 近子はうでそう聞いてみた心当たりがあるくらいなら僕も苦労はしないんですすぐにもそいつのことを警察へ知らして僕の冤罪を注いでもらう手段に出るのですが河合氏は缶で吐き出すように答えてとにかく僕はそれ以来一生懸命で警察の目を逃げ回りながらこの仮装服を送ってよこしたのが誰だか これをつきとめようとして焦ってはいるんです仮装服を送ってよこした時にそいつは法文タイプライターの添え手紙を服の包み紙の間へ挟んでよこしましたところがこの手紙には舞踏会で京極凛子さんが頭に金の冠をいただき金髪のウィッグをつけて純白のドレスに紫ビロードのマスクをしているはずだから そうした仮装の凛子さんと踊ってみろというようなことが書いてあり、それをまた僕がミスミス奴のトリックにかかるとも知らず、向こうで見つけた凛子さんにすぐとお相手を願ったものだから、結果が飛んだことになってしまったんです。奴は仕掛けのある仮装服を僕に着せ、いわば関節にまんまと凛子さんを殺したのですが、 まあ、このことは、それとしておいて。ちかこさん、僕は、あなたに一つだけお尋ねしたいことがあるんですよ。ほう、どんなことでございましょうかそれはですね、ご承知の通り、鎌倉で殺された僕の家内も、また、京国凛子さんも、殺された以外に、不思議な因縁めいた指輪を持っていました。 そして、その指輪を、二人とも殺されてから盗まれています。あの指輪は、家内の生前の話だと、女学校時代のお友達が幾人かお揃いでこしらえたものだったそうですね。え、ええ、それはそうでございますわ。お見受けしたところ、あなたは今日はその指輪をはめていらっしゃらない。 しかし前に家内を訪ねて鎌倉の方へ見えた時など確かに同じ指輪をあなたも持っておいでのように思いましたが千加子は襟首の辺りがぞくりとしたその指輪のことは自分でも一番気に病んでいたそれは川石の言うとおりである指輪は涼子や凛子たちとおそろいで女学校時代にこしらえたものだったそして ある理由からお互いに一生涯自分の指へはめていようと約束したものだった良子もん子も共に殺されてこの指輪が奪われている彼女は指輪について少なからずいやらしい予感を感じている折なのだったうん私その指輪のこと実はあまりいい気持ちじゃございませんから今ははめていないのでございますけれど どこかへしまっておられるのですかああ、住んでおりますアパートの机の引き出しに入れてございますの。そうですか。そりゃあその方がいいかもしれませんね。僕はあなたにその指輪がどういう来歴のもんだか、その点を伺いたいと思って上がったんですが、ちょうど河合氏がそう言った時だった。 その部屋のドアが外からコツコツとノックの音がしてかわいいおさげの女性とが顔を出した先生あのお時間が参りましたけれど近カ子はうっかりと忘れていたもう時間が終わって宮長が書き上げた絵を差し出すためにそこまで迎えに来たのだったどうぞお構いなく 僕はここでお待ちしておりますから。と、河合氏は気を利かしたように言った。そうですかじゃあ、ちょっとの間失礼させていただきますから。近子は河合氏との話がまだ完全に済んでいないのを気にしながら、一旦宮長と一緒に教室へ戻った。そして生徒の方を片付けておいて、急ぎ足に今の部屋へ戻ってきた。 がこときはもう川井氏の姿がどこにもない用務員の大場老人にも聞いてみたが河井氏はどういうつもりであったかあのまま黙って帰ってしまったらしいでも変だわ待っていると言っていたのに近佳子は冷たく空っぽになったその部屋の中を見ているうちにさーっと背中に水を浴びたような気がした。 なぜだかわからない。無性に気味が悪くなった。ひげの医者1ああ、嫌な日だった。なんだかとても気持ちが悪くなってしまった。河合さんも随分おかしなところがある。あの人が来たために、 私は変な胸騒ぎさえするような気がする思うまい思うまいそんな君の悪いことは忘れていた方が得なんだ千佳子が学校から小石川の高台にある緑風荘アパートまで帰ってきたのはそれから間もなくのことである彼女はまだ独身でこのアパートの3階の隅っこにある一室を借りているのだったが帰る道々学校で起こった嫌なことは できるだけ頭の中から振り捨ててししまうようよにしいつも通り極めて快活に自分の部屋へ階段を上がりかけようとするとその時「ああ秋元さん今お帰り」彼女の姿を見てこう横合いから呼びかけたのがアパートの管理人の崔くんでおしまさんというごく人のいい女将さんだったええただいまあのね あんたのお留守中にお客さんが見えましたわよ。あら、そう。どんな方生徒の府警の方だとおっしゃっていましたよ。確かお名前は、沢田美智子さんだとか。沢田美智子。ええ、その生徒なら覚えがありますわ。それでね、その方、沢田っていう生徒のお父さんだとおっしゃっておりましたよ。 通り,がかりに急に思いついてお尋ねしたのだが実は娘のことについてお願いしたいことがあるお留守ならばまた学校の方へお尋ねするけれどお寄りした印までにお帰りになったらよろしく申し上げてほしいってねなんだかこんなものを置いていきましたよまあそうそれはすみませんでしたお島さんが出してくれたのは M 百貨店のレッテルのついた新物用の折り箱だった千子は何の気にもせずその折り箱を持って自分の部屋へ上がってきたが何しろ学校の勤めを一日してきてお腹も少し空いている折り箱を早速開けてみると中には洋菓子がいっぱい詰まっているのだったお島さんのところへお裾分けをしに行こうなどと考えながら彼女は紅茶を沸かしそれを2つほどつまんだ その時は別に何事も起こらなかったのだけれど、それから約1時間余りすると、彼女は下の食堂へ夕飯を取りに行き、部屋へ戻ったのがもう6時半を過ぎていた。ああ、そうだった。お菓子を持って行ってあげよう。食堂にもまだ皆さんがいらっしゃるようだし。彼女はそれまで忘れていた菓子折りのことをふと思い出し、本棚の上から急いでそれを持ち上げようとしたが、 その途端あらどうしたんだろうああい痛い痛いああ急にキリキリと横っ腹が痛みでしたそれは何とも言えず激烈な痛み方だった彼女が生まれてから以来一度も経験したことのないほどの急激にお腹から背骨へかけて 何かの鋭い刃物でも差し込まれたように突然襲ってきた疼痛だった「う<ー>とうめきながら彼女は懸命に本棚の端へしがみついたがそうやって立っているのが苦しかった自分でもわかるくらいに両足がブルブル震え額からポタポタと汗が流れ落ちてきた 2緑風荘アパートからものの1丁と離れるところに今井という近頃できたばかりの病院があるこの病院へ緑風荘アパートからすぐ往診願いたいという電話がかかってきたのはそれから10分ほど後のことだった電話の様子だと急に何か食当たり気味の腹痛を起こしたものがあるからという話で 院長今井医学士は別に乗り物に乗るほどのこともない型のごとくカバンを片手にそれでもやや急ぎ足に緑風層アパートへ出向いたがちょうど今井医学士がアパートの正面入り口へついてそのドアを開けようとした時ああ文字こう言ってそこへ飛び出してきた一人の老人があった見るとその老人はモーニングに山高帽をかぶり 相当立派な身なりだったので医学士はそれをもうと怪しむような気持ちを起こさなかったというお呼びになったのは私ですかと医学士は振り向いていったああさようですひょこんと腰をかがめてアパートの明かりがぼんやり外へ流れているポーチのところで半分帽子を脱ぎかけたのを見るとそれは したから音が家えかけてヤギヒゲをだらりと垂らしている老人だったがそれとても怪しいとか卑しいとかそういうふうはみじんもなく小姉が変にしわがれていてその点だけがちょっと耳障りなだけであった何か私にご用はい実は先生病院からお出向きになったのじゃないでしょうかな失礼ですが お持ちになっている大バンから拝見しますと。ええ、そうですよ。今、このアパートへ往診に参ったところですが。で、何か。その時、老人がにやりとかすかに笑ったのが、実を言うと医学士には、老人が何か言い出しにくいことがあり、照れ隠しの愛想笑いをしたように見えたのだった。ああ。 じゃあ、やはりあんたでしたわい。行き違いに並んで助かりました。と、老人は、やはり例の耳障りなしわがれ声で言って、素早く彼らのたたずんでいる周囲を見回し。なあに、先生のところへ、私がこれから参ろうとしておった際でしてな。私のところへそうですか。 何かまた病人でもはいそれが本当はあんたに申し訳がありませんのでさっきこのアパートから先生のところへ腹痛を起こしたものがあって電話をかけさせましたところがその病人というのが大変にわがままなものでございましてな 前からかかりつけの医者があるんですからその医者をぜひ呼んでくれと申しますせっかく電話をかけたのだからと言っても承知しませんあんたには重々お気の毒だしそれで私が皆まで聞かず医学誌にはやっと訳が飲み込めた 老人は今井医学士の往診をこれから断りに行こうとしていたというのだったどうも勝手ばかり言ってすみませんいや仕方がないです病人にはよくそういうことがありますからねでは改めてまたお詫びに上がりますけれど今夜はこれでお引き取りをいいですとも では失礼後で考えると老人はアパートから誰かが医者へ電話をかけたがそれがどこの医者だかわからなかったのでじっと正面入り口で待ち伏せをしていて医者らしいものの木次第それを追い返すためにそんなでたらめを並べたものらしいけれど今井医学士はもとよりそれを知らなかった一層悪いことに アパートでもそれを知らなかった呼んだ医者は玄関まで来ただけで帰ってしまいその後でモーニングにヤギヒゲの老人はどこに隠してあったかいかにも医者らしい折りかばんを取り出しそれを小脇に抱えたままのこのことアパートへ入っていった「電話じゃったが腹痛の病人というのはどこかね?」 老人は管理人の部屋へ首だけ出して聞くとおしまさんは新しくできた今井病院に一体どんな医者がいるのかよく知らないのでおやまあ今井さんの先生でございますかさあどうぞ海外祝老人をちかこの部屋に案内してしまった3 おあ、なるほど。これは大変お苦しみのようだね。どれどれ、わしが来たからにはすぐ楽にしてやりますぞ。まるで眠るようにな。ずっとずっと楽にな。老人は最初部屋へ入って、 近子がベッドの上へうつ伏せにのた打ち回りたいほどの苦しみをじっとこらえている姿を見ると一緒にいたおしまさんの方を向いてニコニコしながら頼もしげにそんなことを言ったが眠るように楽にしてやるというのが本当はどんなことを意味していたのかずっと後になってからおしまさんにもやっとその意味が分かったくらいであった普通の医者と同じようにして 老人はまず地下くを仰向きに寝かせ、手の脈を見て体温計を脇の下へ挟ませ。どうりゃ口を開いて舌を出してごらんなさい。ああんと言って、ああんと言って。死災らしく甲虫の様子を見たりした。おお。 これは確かに何か悪いものを食べたんですってそういえばあそこに菓子折がある老人は菓子折りが本棚に載っているのを見るとフ,フフフフとかすかに鼻を笑わせたがその時カバンを引き寄せて何か一生懸命で探すようなふりをし「おおこいつはとんと忘れたわい。 さも、東惑下にお島さんに行った。あんた、すまんがな。ちょいと薬屋まで行ってきてくださらんか。大急ぎでな。はい、行ってまいります。何か買ってくるのでございますかおう。薬屋で、アルデラミンという薬を買ってきてもらいたいんじゃ。貴重薬だから、 ひょっとすると近所の薬屋にはないかもしらん。一、二件聞いてみてないようだったら、本郷の大学前に富山という薬屋さんがある。そこまでぜひ行ってきてもらいたいな。わしの病院にもちょうど今その薬が切れとるで。 代金は後ですぐ届けるからと言っといてくださればいい。さようさ近所の薬屋にはどうせある？まい？すぐ富山まで行ってきてくださらんか？アルデラミンなどという薬の名前も。また富山という薬屋が大学前にあることも、後では全然でたらめだとわかったけれど。 その時のお島さんはもとよりそんなことは夢にも知らず承知しましたではすぐ行ってまいりますからあたふたとその部屋を飛び出してしまったもし老人の言うとおりにせずその薬を買いに行かずお島さんがいつまでも老人のそばにくっついていて老人の診察ぶりを見届けようなどと考えたならお島さん自身もどんなことになったか 思えはぞっとするほどのものであるなおそれも後で思い返してみてこの時いかにも不自然な気がしたのはこうしてお島さんが立ち去ってからほんのしばらくすると近子の部屋からは実に出し抜けににぎやかなレコードが鳴り出したことであったちょうど千佳子のいた隣には某百貨店の衣装公安部に勤めていた 若い綺麗な独身夫人がやはり一人きりで部屋を借りていたのであったがこの夫人は壁一重の隣り合わせだっただけにその時のレコードを一番先に聞きつけたそうして「あらあらお隣ではさっき腹痛だと言ってあんなに苦しんだり大騒ぎをしたようだったのにもう治っちゃったのかしら」 そうういえば、お医者様がもうちょっと前に来たばかしのようだったたけれど、ただそんなふうにだけ考えたレコードは漫画「トーキーのベッティ」当時の人気漫画のキャラクターの歌らしく何か途方もなく甘ったるい歌だったがその歌の合間合間に2度か3度「ムムム」という押しつけるような小姉やまた「 ゲゲラゲラ笑うような声が確かに聞こえたのだったけれども誰もそれを「どうしたのですか?」と言って直接近く子の部屋へ聞きに行ったほどのものは一人もないレコードは同じ音符が終わりになればまた元へ戻り幾度でも同じところが繰り返されていた時間は正確にわからぬけれど20分か30分いずれにもせよ その陽気なくせに幾度も同じレコードが繰り返されていたところは変に狂気じみたものであったそしてそのうちにやっとレコードが鳴りやむとあとは近子の部屋は死んだように静かになってしまったその間にお島さんの方では本郷の富山という薬屋さんを散々探して歩き それからまた念のため他の店でアルデラミンという薬のことを聞きどちらも目的を達せずにひどく申し訳ないような顔をして緑風荘アパートへ戻ってきたが彼女は息を切らし切らし階段を駆け上ってようやく近加子の部屋へ行った時「あの先生だメでございましたよ」言いながら ドアを分けると一緒に目を大きく見張り息をひいてみるみる顔を真っ青にしたそれから「ああ言葉にならずただそう言っただけでひょろひょろと入り口の壁の根っこへひざをついてしまったあまりにも無残な千佳子の死体を見たからである 半裸隊にされた千加子は必死に尽くしがたいほどかわいそうな殺され方をし冷たいムクとなってそこに横たわっていた特筆すべきことはそこには例の菓子折りがなかったそれから千加子の平然使っていた小さな机の引き出しがこじ開けられその中から何か盗み出された形跡が濃厚に残っていた 言うまでもなく、二匹の蛇がルビーを奪い合っている、例の指輪が、噴出しているのだった。森下宇村脅迫状一。おや、 もういちごが赤くなったのね。佳代子は芝生のへりに足を止めると目の前のフレームの中をのぞき込んで2つ3つ色づきかかったイチゴを珍しそうに眺めながらつぶやいたほんとにもういただけそうでございますわね旦那様が毎朝毎朝お水をおやりになっていらっしゃると思ったら後ろに立っていた若いお手伝いが いからのぞき込むようにしていったでも見て楽しむだけだわねうちでできたいちごなんかおいしくないわきっとそう言ったか代子の瞳はもういちごから離れて傍らの花壇に黒い土を割って青い大きな芽をムクムクと出しているヒヤシンスの方に注がれていたが彼女はふと思いついたようにトミ あれから警察の人見えないのはい。お電話だけでお見えにはなりませんでございますよ。そう。それだと今度かかってきたら病気が良くなって転置したとでも言ってちょうだい。警察の人になんか、私どうしたって合わないんだから。いいわね。ではお風呂はどうかしら、見てきておくれ。 トミが芝生の小道を小走りに半分も来た時だった凛花との境の植え込みの中から駆け出してきたまだ子供子供したグレーハウンドがトミの後ろからじゃれかかるように飛びついたまあい嫌よそんな足でトミは足を止めて振り返ると背の高い犬の頭を押さえながら片方の手で打つまねをしたがその時彼女は 犬の首輪に小さく折りたたんだ紙切れが岩へつけてあるのに気がついたそれ何なのカーロー富は何か珍しいものでも発見したようにカーロの首輪から紙切れを取り外してじっと見ていたと思うと「まあっ!と」とびっくりしたような頓うな声を上げて「奥様宛てのお手紙でございますわ」 と細かに折りたたんだレターペーパーらしい紙切れをかよこの前へ持ってきた矢吹佳代子さまペン字ながら右肩上がりのがっしりした肉太の文字で書かれた自分の名を佳代子は何か不思議なものでも見るようにまじまじと見つめていた見覚えもない筆跡それに封筒へも入れないで犬を使いに立てての不気味な手紙 彼女はキレの長い澄んだ瞳をパッチリと見開いたままそれを開いたものかどうかと判断に迷っているらしい風だったどうせろくなことが書いてあるはずはないのだから彼女はそう思ってそのまま破いて捨てようかとも考えたでも何が書いてあるかちょっとでも覗いてみたい気持ちもあった誰かのいたずらだわね 彼女は何気なく言ったあとからつい開けてみたい衝動に打ち負かされて畳んだ紙を広げた。とみるみるうちに彼女の顔色がさっと変わって何か恐ろしいものでも触れたように手にした便線を投げ出すとブルブルと身震いしながら立ちすくんだどどうなすったんでございます 怯えきったまなざしで足元に落ちた紙切れをじっと見つめている主人の顔を見上げながら富がおどおどした声で聞いたが彼女は両手を胸に当てたまままるで失神したように突っ立っていた「本当にどうなすったんでございますこれに何か」あっけにとられた富がそう言いながら芝生に落ちた便線を拾い上げようとすると おやしお前の見るものではありませんかよ子ははっとしたようにヒステリックな声で叫んで、庭たの先で津と便んを踏みつけると。それよりか電話をかけてちょうだい。旦那様にすぐお帰りくださいって。今夜の会なんか出ないで。今すぐお帰りくださいって。に、 警視庁捜査課の若手刑事、田代隆太郎が、矢吹家からの電話で、代々木初代の矢吹邸へ顔を出したのは、午後の6時過ぎであった。お手伝いに案内されて、明るいというよりも、むしろけばけばしい感じのする応接前へ通ると、待ちかねていたように、早速主人の矢吹氏が入ってきた。まだ30を越したばかりの、見るからに温厚な、 言葉つきまで女性のような柔らかい感じの人物で田代とは一度面識の中であったそれも佳代子夫人が漢桶殺人事件の被害者河合良子と学校の同窓でその告別式にも列していたというので参考人として彼女を訪ねたことがあったが「これからずっと病気だ」との話で是非なく主人の矢吹氏に面会を求めたわけだった しかしその時は格別参考になるような話を聞くこともできないでそのまま別れたことだったおやあなたがお見えくださいましたかせんだってはどうも今日はまたお呼び立てしまして矢吹氏は落ち着きを失ってそわそわした中にもひどく恐縮しながら実はさっき電話でちょっと申し上げましたが 今日僕の留守の間にちょっと変なことがありましたもので何か脅迫状が舞い込んだというお話でしたねはあ今お目にかけますがそれが郵便で来たんではなくてうちの犬の首輪へ祝いつけてあったとのことで多分誰かのいたずらだろうと思うのですがほう犬の首輪へで どんなことが書いてあったんですか。これですが矢吹氏は懐からしわを伸ばして二つに折ったレターペーパーを取り出すと田代の前に差し出した今度は君の順番だ君が四人の女性の後を追って旅立っていく日が近づいたのだそこ知れぬ恐怖に怯えおののきながら 地獄へ落ちちていく最後の瞬間を、楽しんで待ち給ええー、脅迫は脅迫だがなんだか中学生でも書きそうな文句ですねそれに4人の後を追うとはどういう意味かな僕もそれを怪しいと思ったのですが結局デタらメなんでしょう 何しろ今も申し上げるとおり犬の首輪に結んであったそうですからきっと近所の不良か何かのいたずらだろうと思うんですが田代もそれには同感だった第一どんなおとなしい犬にしろその首輪へ手紙を祝えつけるということはまるきりその犬と顔見知りでない人間にできそうなことではないそれに真犯人の仕業としては文句からして受け取りにくい節がある それと矢吹氏の前では言えないことだが佳代子夫人の普段から考えると不良青年の手合いからこうしたいたずらをされても格別不思議ではないと思われる点もあるのだ大日本抜罰会社の重役として羽振りの良かった矢吹健三氏の一人娘に生まれ有り余る遺産と甘い母親の手にわがまま一方に育てられてきた彼女がどんな気づい気ままをしているか そこには世間の反感も多分にあろうというものであるしかしそれはそれとして彼女がこうした手紙を受け取ったについては何か彼女の方で思い当たることでもありはしまいかそれは結局この前の訪問の様向きを繰り返すことになるのだがそれでも田代は尋ねてみた実はそれなんですが僕もそう思ってあれに聞いてみますと 前にはそんな話はしなかったんですが、今日聞くと、やはりあの指輪を持っているそうでして。おお、奥さんも。田代が意外そうに目を見張った。僕は見たこともないんですが、持ってるそうです。それででしょう。この手紙を見るとすっかり神経に病んで寝込んでしまいましてね。それでは。 田代はちょっと考えたからどうでしょうお目にかかれるといいが休んでいらっしゃるとするとあなたから一つ聞いていただけないでしょうかその指輪をおこしらえになった動機とそれから指輪を持っている方は誰々か多分もう奥さんとあの花籠さんだけだろうと思うんですが人のいい矢吹氏は言われるままに応接間から出て行ったが 5分とたたないうちに困りいったような顔をして戻ってきた話してみましたがダメなんです何を聞いてもまるでダダっ子のようで布団から顔も出さないんですわがままなくせにひどく昇進な方でして矢吹氏はいかにも気の毒そうに言って言葉を濁した花籠まきが同じ指輪を持っていることは分かっていたが 夫人の手元にもそれがあるということは初耳だった行方不明になっている真紀子の割りかを当局の方で一生懸命探しているのも一つにはその指輪に何か犯罪の動機がありはしないかと睨んでいたためだったそれだけに田代としては今ここで夫人の口から指輪の来歴を是が非でも聞き出していきたかった しかし寝込んでしまって口を開かないとあっては仕方がなかった彼はその辺の事情を矢吹氏に話して目の前の脅迫状をポケットに入れると再度の訪問を訳して立ち上がった矢吹家を出た田代は途中の交番から本庁へ電話をかけておいて 三宮橋から小田急に乗ってすぐ次の駅の代々木八幡で降りた近所まで来たついでにしばらくご無沙汰をしている先輩の野口老人を訪ね方々この事件についての老人の意見も聞いてみたいと思って出会った大東京に編入されたとはいってもこの辺にはまだ大きな森があったり草っ腹のままの空き地があちこちに点在して 夜になると女子供などは一人歩きもできないほどひっそりとしていた踏切を越えて左へそこここの門頭の明かりを頼りに薄暗い傾斜の道を登って近道になっているせせっこましい小道を抜けると野口老人の家はすぐ目の前に見えていた声をかけて格子戸を開けながら名を告げると「ああ これは珍しい。広くもない家の中から線の太い錆びた声がして、丸い赤な顔の野口老人が出迎えた。さあお入り。ばあさんが出かけたもので一人で留守なんだ。さあさあ。いつあっても気のつけない老人の声に、たしろは引きずられるように靴を脱いだ。 もう56年も前に捜査官を引退した野口老人が安い土地を探して建てた隠居所で庭はゆっくりとってあるが巻数は玄関まで入れて4部屋くらいのこじんまりした建物だった田代は山陽の軸物の下に老人が秘蔵の刀剣を飾った床の間に向かって座りながらお正月にちょっと伺いましたがご旅行のようでああ たねてもらった像で、どうも失礼実はね大分にいる子供のところで暮れに孫が生まれたというのでいつもなら向こうから出かけてくるのを今度はばあさんとこっちから孫の顔を見に出かけていって1月の末までブラブラしていたものでそれはおめでとうございました あちらの皆様もお変わりもありませんで。ありがとう。みんな即歳でやりよる。君の方も元気で何よりじゃ。大いに活躍じゃろう。ええ、動いてはいますが、どうもこれから厄介な事件を持ち越して、未だに目鼻がつかんで弱っているんです。実は今夜お邪魔したのも、 それについて先輩のご意見を伺ってみたいと思ってなんですがわし何度もう何もわからんがねえ野口老人はちんちんとたぎっている鉄瓶の湯を急須に注ぎながらでも面白い話は聞かしてもらう方がいいが年越しの事件というとあれかなホテルの一件かね あれなんです。ところが新聞でご存知でしょうがあれは鎌倉の勘桶事件の続きでしてあのあとにもまた同じような事件があったのですお留守中だったかもしれませんが1月の末に本郷で女学校の教師がやられましてねそうそうあれは記者の中で読んだかな 毒殺した上に随分と乱暴なことをしてあったらしいね。乱暴にも何にも、あんなひどいやり方は見たことがありませんよ。それに、やはり指輪がなくなっていましたがね。指輪というと、前の二人の被害者も指輪を持っていかれたという話だったね。一体どういう指輪だね 老人は田代に茶を勧めながら自分はキセルを取り上げたそれがよくわからないんですとにかく被害者は皆同じ女学校の同窓生ですから卒業の記念とかなんとかで同じ指輪をこしらえたんじゃないでしょうかとにかくその連中が片っ端から殺されていくんですうーん そりゃあ危険千番な話だがするとまだ指輪の仲間が大勢あるんだねそれがはっきりしないんですがまだ2人あることは確かです1人は花ごまき子といって丸の内のバツバツ会社のタイピストをしていた女ですがこれは先月会社を引いて国へ帰ったきり行方が知れないので もしかするとこれもどこかで殺されてやしないかというので探していますがね今一人は代々木初代の矢吹というブルジョワの若夫人で実は今そこへ行ったの帰りなんですが待ってくれたまえ代々木の矢吹というと矢吹健三という人のことじゃないかねおおご存知ですかあの家を 田代が驚いたふうで聞き返すと「おおわしは妙な縁故であのお婿さんの親戚の人と知り合いでね純蔵さんと言ったか縁組の話があった時その親戚の人から頼まれてお嬢さんのことを調べたことがあるのだよ」そうですかじゃあご存じのはずで。 そのお嬢さん、つまり佳代子夫人がやはり同窓生で同じ指輪を持っているんですところが今日そこへ脅迫状が舞い込んだという知らせで今行ってきたんですええー、脅迫状がね今度は老人の方が大行に行ってじっと田代の顔を見つめた。 それも聞いてみると近所の不良か何かのいたずららしいんですが屋敷の飼い犬の首輪へくくりつけてあったということでこんなものですがね田代がポケットから例の手紙を取り出すと老人は手にしたキセルを下に置いて「わしにはペンの字はよくわからんが」と伝統の下へ近づけてしげしげと眺めていたが これで見ると、かよこさんが五人目のくじを引いているわけだね。ええ。それでは女性が四人殺されたことになっていますね。それがでたらめの証拠で、気にかけるほどのことじゃありませんがね。おー<う>。老人はうなるように言ってから。でも、怪しいね。 こんないたずらをするくらいの者のが今までに何人殺されたか数を間違えることもあるまいと思うが。がそれはまああとの話として一体犯人の目星はどうつけてるね。そいつがまるで雲をつかむようで町内でも意見が二つに分かれて。 今のところ、まあ自由捜査といった形になっているんです。何しろ犯人のやり口がひどく、お芝居じみて念の入っているくせに証拠をまるで残さないので、どうにも手のつけようがないのです。でも、物取りか縁困か、大体の検討はついているんだろう。それがどっちとも取れるんでして。つまり、 指輪がなくなる事実からすると物取りが目的のようでもあり殺害の方法が残酷な点から見ると怨恨かとも思われましてねなるほどすると指輪そのものに何か因縁があるかそれとも指輪を持っている連中に恨みを抱いているものがあるかというわけだね そうなんです。ところがそれへ持ってきて一番最初の看護家事件の被害者の夫の河合恭一郎というのが絡んできましたねそれがホテルの事件にも顔を出すし最近のアパートの事件でも当日学校へ被害者の脇本を訪ねているんですだもので結局説が3つに分かれているわけで1つは指輪を狙っているという物取説 第2は指輪を持っている連中に恨みを抱いているものだという説それと河合説ですが今のところ河合説が一番有力になっているんですうーん野口老人はまたじっと考え込んでいたがその河合が犯人だというのは最初の事件とは切り離しての話だねつまり 妻子を殺されたので頭が変になって第二第三の殺人になったという推定でまあそうなんですで花籠といったかな行方が知れない女というのは花籠真紀子というんです中にはこの女が怪しいというものもあってほぼ行方を探しているんですが 行方不明だからといって嫌疑をかけるのはちとかわいそうで僕はホテルの事件があって間もなくあったんですがひどく神経質の女で友人が2人も殺されたためにすっかり恐怖症にかかって何を聞いても返事ができないんですそれで無論仕事も手につかずとうとう東京にいたたまらなくなって会社を引いて1月の中旬に鳥取の郷里へ帰っていったんです ところが、おじ以外には親も何もない一人者で、ふるさとへ帰ってもやはり寂しくっていられなかったのでしょう。一週間ばかりでおじの家を出て、それからどうしたのかわからないんです。で、それを怪しいと言うんですが、僕は、もしかすると殺されているかもしれないと思うんです。その女が殺されているとすると、 佳代子さんは5人目の女性になるわけだねええっ田代は思わずぎょっとして老人の目を見返した何気なく話がそこまで来たのだがそうだ今自分の言ったことが仮にもし事実だとすればそして犯人が佳代子夫人を狙っているとすれば夫人は5人目の女性になるわけだ 田代がそう思って目の前の脅迫状に目を落とすと「まあそんなこともあるまいが」。老人は不吉な話を避けるふうで「しかし話を聞いているとわしにはやはり犯人は一人だという気がするな」つまり一人の仕業だと考えていいほど。 三つの事件を通じてそのやり口にはっきりとした特色があると思うがね。それは君にもわかっているはずだが。特色というと、まず何よりも残酷ですよ。そうだ。それから殺人の方法が手が込んでいるね。計画的というか、 ばかる。そうですよ看護家事件にしてもホテルドリアンの場合もそうですがアパートの事件なども犯人は明らかに医者に変装していたんですそれからあとからあとから根気よく人殺しをしていくところがなかなかに執念深いそれといまひとつ大きな特色がある え気がつかんかな事件の起こる日が大概月末と決まっているだろう。なるほど。そうおっしゃられると、鎌倉の事件が11月24日、次がクリスマスイブの晩、最後の事件は1月25日でした。そうだよ。そこを考えてみなくちゃ。 それと前に言ったことをくっつけて考えてみると田代くん犯人は意外なところにいるかもしれんよ。はあ田代はうなるように言って両手を胸に組みながらじっと頭を傾けた「第4の殺人」。 1いかにもそう言われてみれば事件はみんな月末近くに起こっているそこに犯人を暗示する重大な意味があるとすると待てよこいつは根本から考え直さなくてはならんぞ野口老人の家を出た田代は投げられた謎を考えながらとぼとぼと停留場へ向いて歩いていた 三つののの事件を通じての犯行の特徴。しつこくて残忍性を帯びていてあまりにも念が入りすぎているそれは誰しも気のついていることであるそしてそれらが女性犯罪の顕著な特徴であることも犯罪の捜査に携わるほどのものは誰しも思い浮かべたところで現に花籠巻きに嫌疑をかけている連中はしきりとそれを口にしているほどである。 だが残忍性も程度問題である。いくらそれが女性犯罪の特徴だと言ってみても看護家の中で母子を殺害したり一度毒殺したものをさらにズタズタに切り刻むというようなことが普通の女性にできようとは思えないましてあの神経質な気の弱い花籠巻きにそんな大胆不敵な犯罪を結びつけて考えることは少なくとも田代龍太郎にはできなかった まして一方では河合恭一郎が有力な容疑者として登場しているのだ最愛の妻子を失って気の転倒した彼がけだもののようになっての犯行と見る方がどう考えても無理がないでなくては彼が第2第3の殺人に顔を出すはずもなければそれっきり姿をくらました理由も説明がつかないのだ田代は 今の今までそう考えていたのであるしかし考え直してみると昨日転倒した河合にあれだけの計画的な犯罪が果たして遂行できるであろうかそこにまず根本的な疑問があることに経験家の野口老人の最後の言葉はその点について確かに大きな暗示を与えてくれたのだうわ こいつは確かに考え直してみる必要があるしかしいくらなんでもあの女とは思えないがすると他には田代が考えにふけりながら広いきめに沿った寂しい通りをもうそろそろ踏切へさしかかろうとする時だったふいに背後からバタバタと人のかけてくる足音がしたと思うと「泥棒だ!」「捕まえてくれ!」 闇の中から大きな声が呼びかけた田代がハッとして振り向いた時は通り魔のような黒い影がもう目の前に迫っていた何を考える暇もなかった彼はいきなり飛びかかったが瞬間黒い影はついとツバメのように身をかわして傍らの脇地へ飛び込んだ何を 見事なタックル田代は自分の手が相手の体に触ったと思ったが追う者よりも追われる者の,の方が必死である閉めたと思った瞬間かけながら横殴りに払った相手の手が何かしらパッと田代の顔に投げつけた拳でも石ころでもなかったしかし とにかくその極めて有効に目つぶしの代用となったその敵団に田代がちょいとひるむ間にくせ者は腹っ端を突っ切り電車線路を飛び越えて向こうの森に消えていた惜しいことをしたな手が触っていたんだけれど何か投げつけられたものでその拍子に逃がしちまって田代は後から駆けつけてきた警官に残念そうにそうつぶやいた。 警官は田代が本庁の刑事だと知るとなあにどうせ大したやつじゃないですよそこの裏通りへ来ると薄暗い台所口で何かモソモソしているんでスイカするといきなり逃げ出したから追っかけてきただけでと息を切らしながら説明したコソ泥でも見つけたからには捕まえるとよかったんだがまあ仕方がない でも僕の顔へ投げつけたのは何だったのかなどこかそこらに落ちているはずだが幸い警官が懐中電灯を持っていたので暗い空き地を2人でうろうろと探しているとおやここに靴があるがと警官が右足のらしい片方の靴を拾い上げてあなたに投げつけたというのはこれじゃなかったですか 慌てて靴を持ったまま逃げてたかもしれませんよそう言われてみると顔に当たった感じがなんだかそんなようにも思われるそうかもしれんどれちょっと見せたまえ手に取ってみるとボックスの乗物らしく「尾張町四丁目島田靴店」と靴屋のマークも入っている待ちたまえ これはコソ泥のはくような靴じゃないがはてなついでのことにその家へ行ってみよう、2. わざわざかっさらっていくほどの代物ではないといって空き巣狙いがはいているにしては不似合いな上物であるそれに 巡査の声を聞くと慌てふためいて逃げ出したというもしかすると赤い方面の連中か何かではあるまいかそれだと彼らの隠れ家を突き止めるだけでも意外な広いものだが田代がそんなことを考えながらついていくと薄暗い横丁を一丁も着たと思う頃警官は広い池垣に囲まれた小さい平屋建ての前に足を止めてこの家なんですよ そこが台所ですが前は空き地だしこちらは臨家の庭なので用心が悪いんですよどれどれ大方留守だろうな警官はブツブツ言いながらいきなり台所へ行って声をかけていたが中からは返事がなかったそこで今度は立てつけの悪いとをガタピシ音を立てながら半分ほどやっと押し開けて 懐中電灯の光で家の中を見回していたと思うといきなり「あや、人が!と」とうわずった声を上げて田代の方を振り返った「えどうしたって人が女が死んでいるんです!何」何女が 巡査を押しのけるようにして田代が中に飛び込んだ見ると障子ふすまがすっかり開け放され見通しのきく奥の部屋に一人の女が真っ青な顔の反面をこっちに見せ片手をグッと投げ出して横たわっているそれを貸したまえそれを田代は警官の手から懐中電灯をひったくるようにしてそれでも足元に注意しながら そっと奥の間に進んでいった女は床の中で寝ているところを鋭利な刃物で一思いにグサッとやられたものらしく左頸部に大きな切り傷がパクリと不気味な口を開けて未だに噴き出すどす黒い血が襟元を伝って敷譜から畳の上を染めている「これはひどい!」。 これじゃあとてもいつの間にか後ろへ来ていた巡査が横合いから覗き込みながらあえぐように言ったうんだがまだ息はしている君本庁と所轄署へ電話をかけてくれたまえそれからそこらの医者を警官が慌てて駆け出していくと田代は部屋の中を見回した そして片隅の机の上に乗ったスタンドに目をつけるとそっとつま先で近づきながら紐を引いたクリーム色のシェードの影から明るい光がパッと流れたと同時に田代は救われたような気持ちでほっと大きな息をついたが次の瞬間彼の視線はスタンドの脇に投げ出された細長い封筒に吸い付けられて思わず おやっと声を上げた。東京市渋谷区富ヶ谷、バツバツ番地、花籠真紀子様。田代は自分で自分の目を疑りながら、そこに横たわる女の顔を振り返った。血に染まった左の方を下に、 雲の色を引きつらせてぐったりとなって横たわっている真っ青なその顔をのぞき込むようにしてじっと見ていると確かに見覚えのあるあの女だそうだホテルドリアンの事件の直後赤坂のアパートの彼女の部屋であったあの花ごまき子に違いない鳥取のお父のもとから姿を消した彼女がどうしてここに が、それよりもまず田代の頭にひらめいたことは矢吹佳代子のところへ送られた脅迫状の文句だった4人の女性被害者今にして考えるとそれはいたずらどころの騒ぎではなく恐ろしい犯人は確実に4人目の殺人を行うだけの自信を持ってあの手紙を書いたのだそれにしてもこの事件につきものの指輪は 田代は何か怖いものでも見るような眼差しで布団から畳の上に投げ出された彼女の指先を探し求めたとまたしても彼はぎょっと大きな息を吸った5本の中の1本が2番目の関節からポッキリと切り取られているではないか 運の十座形見のコンパクト第四の犠牲瀕死の花籠牧子渋谷駅では長官売りの一団が狂気のようにやかましく鈴を鳴らしていた耳の遠い中堅八高も今朝ばかりは驚いてのっそり起き上がると 校内の方へ逃げていった。第4の犠牲予告の殺人は一度の手違いもなく機械のように正確に行われていくのだ呪わしい惨劇だ恐ろしい殺人魔だその日の長官はまるで羽の生えたように売れていった「またやったじゃないか!と」と サラリーマンが友達を捕まえていった。一体警視庁は何をしているんだ。まあそうおごろな。警視庁もなかなか忙しいのだ。そして犯人の方がうわたなんだから、これや警視庁も辛いよ。貴様いやに犯人の肩を持つじゃないか。どうも怪しいぞ。僕は美しいご婦人の顔さえ見ると。 ああこの人も殺されるんじゃないかと思って気が気じゃない市民たちは夜と触るとこの大胆不敵な殺人事件の噂で持ち切った犯人は何者だろうかこれから先若い女を何人倒すだろうかなどという予想を真面目腐って論じ合う素人探偵がだんだんと増えていったちょうどその時刻駅のそばのガード下を 一台のボロ自動車がもろのエンジンに似合わしからぬスピードを出して東の方へくぐり抜けた奇妙なことにその自動車の窓という窓には注意深くちぎれかかったカーテンが下ろしてあって中の乗客が誰であるか外からうかがうことができない仕掛けになっていた自動車はそのまま右手に曲がってなおも一席切って失踪を続けたが 5丁ほども行くと急に速力を緩めてそばの大きな白い建物に横付けになった「白岡実費診療所」という札看板が出ている自動車のドアというのがなかなか開かない運転手が半身を車外に乗り出してガタガタやっているうちにやっと開いた中からパッと降り立った人影素早く診療所のドアを押して飛び込んだ それはボロ自動車にはまことに似合わしからぬ上流社会の淑女だっただが肝心の顔は注意深く頭からすっぽりとかぶった黒いベールに隠されてわからないあのー、もしもし若き夫人と見える女性はしきりに病院の受付口を覗き込んではじれていたはあと 奥の方に声がして看護婦が出てきた。ほう,ほう、なんでございます？面会をお願いいたします。お急ぎで。ほう。とのんびりした声で。どなたのご面会でございますか？あの花看護まきこさんです。いらっしゃいますでしょうね。 ああ、花かごさんならおいでです。でも、あの方。と、看護婦は口をつぐんだ。えあの方、もしやお亡くなりになったんじゃありませんことい,いえ、そんなことはありませんが、ご重傷でご面会はダメでしょう。まあ、ダメダメなんておっしゃらないで。私あたし、義理の姉なんですわ。 おうあなたのお名前は山と申しますわ。じゃあちょっとお待ちください看護婦が奥へ消えてしまうと花籠真紀子の義理の姉と名乗る女性は黒いベールを外そうともせず非常に落ち着かない様子に見えた小脇にハンドバッグと重ね合わせて一束の新聞紙を抱えていたが それを広げてみるかと思うと、また慌ただしく畳んだりした。どうぞこちらへ。やっと看護婦が面会許可の知らせを持ってきた。牧山という女性は飛び上がるように喜びを見せた。重症ですからお話はできないだろうって受け持ちの看護婦さんが言ってますわ。じゃあこの部屋です。どうぞ。ドアを開いて入ると。 粗末なベッドの上にいるのは確かに花籠真希子だった頭部から頸部へかけて包帯をぐるぐる巻きにして布団の間からだらりと出した左の手にも厚ぼったい同じような包帯が巻きつけてあったああ真希子さん真希子はその声に薄目を分けてちょっぴり嬉しそうな表情をした死んじゃう嫌よ真希子さん マキコは答えない。そして目を上げて部屋付きの看護婦を呼ぶ様子をした。看護婦はマキコの顔に自分の顔を触れそうにしていろいろと尋ねていたが、どうやら無口のマキコの言っていることがわかったらしく、今度は肩を荒らの自称マキヤマ夫人に向かい、ちょっとそこまで大急ぎで行ってまいりますからお願いいたします。万一患者さんにおかわりが見えましたら。 下の異曲へお知らせくださいましね。そう言って彼女は部屋を出て行った。代わりがあったらなんて、そんなにひどいのだろうか。かわいそうなマキコさん。と、ベールの女性は探索した。かよこさんよく来てくだすったのね。ベールの女性はドキンとした。ああ。 マキコが物を言った。意外にも今の今まで一言も口を聞く力がないものと思っていた真キ子がマキコさん、あなた元気なのねし真<ー>キ子は傷のない方の指で自分の唇を刺し相手を戒めた声を出すと怒られるんだわもっとこっちへいらっしゃいよ と差し招き、あなたよく来られたわねええ矢吹佳代子が義理の姉と言ったのはぜひ花籠真希子に会いたいためことさら身内らしく装ったのだ真希子さん私怖いのよと佳代子が訴えたメールなんかかけたりしてごめんなさいねそれから名字を変えたり 今度は、あたしが殺されてしまう番なのよ。大丈夫でしょう大丈夫なもんですかもうちゃんと、5番目にお前を殺すぞと脅迫状が届いているのよ。まあ、それは怖いわね。本当に怖いわ。と、矢吹かよ子は身震いをした。それで、 実はあたしあなたに助けていただきに来たんですのよ。犯人を見て、それで命の助かったのは、マキコさん、あなたが初めてよ。だからあの殺人魔は誰なんだか知ってらっしゃるんでしょそれ、教えていただきたいのよ。そして何とか助かる方法もね。あたし恐ろしさに気が狂いそうだわ。どうしたものか。 今までしゃべり続けていた真希子がふっつり黙ってしまった青ざめた木彫りのような顔ふと佳代子はその顔の上から教室で机を並べていた頃のことを思い出したよく真希子はそのような顔をすることがあったそんな時真希子はかなりひどい月の触りに悩んでいたそしてヒステリックになり別人のように見えることさえあった 佳代子は経験により彼女の気の毒な友達がただいまちょうどあの触りの最中にあることを知ったねえきこさん私この世に頼るのはあなた一人よ嘘ソおっしゃいあんないい旦那様がああ淳のことね私とうとう純三に見捨てられたのよ今朝ね こんなに命がせっぱ詰まったものだから、すぐ一緒に上海辺りへ連れて逃げてちょうだいと言ったのよ。そうしたら純蔵は、皆平勢のお前の報いだと呪ったあげく、お前と一緒にいると俺まで命が脅かされる。ただ今限り離縁してくれというのよ。あ、あたし、あたし。とは、 ににわかにすすり真紀子はフクロウのような大きな目を開いて友の取り乱した様子を見ていたがやがて急に目を薄く閉じて大変物悲しそうなしわがらた声で言った「佳代子さん私もう長いことはないのよ」えと佳代子は顔を上げた。 元気そうに見えるでしょうが、これ、最後のやけよ。この傷の経過では、もう一週間ともたないわ。まあ、そんな気の弱い。いいえ、あたしには、もう何もかもちゃんとわかっているのよ。だから、今のうちに、 あなたにもお別れを言っておくわ。そしてあたし、できるだけお力になったよ。かよこさんは今、あの恐ろしい殺人魔から逃れる安全地帯がいるのでしょう。ええ、そうなの。それなのに、力に思う夫は。じゃあ、いいことがあるわ。 と皆まで言わせず真希子が叫んだ「実は私が使おうと思って見つけておいた部屋だけれど丸の内のエンパイアビルの10階にいい部屋が空いてるのよ」そう言って真希子が語りだしたところによればエンパイアビルに10階というのはおかしいが実は9階と屋上との間のほんのわずかの空間にささやかなる一間があって。 事務所向きに建てられたのだが奥まったところで大変不便であるそれで借りようと思う人には安く貸すという話であるそこならば不便な代わりに籠城するにはもってこいであるいくら殺人までも大勢人間のうようよしている地上ならば紛れ込んで刃をふるいもするが人けのない摩天楼のほとんど天井のようなところなら とても忍び込んでこられまいというのであるそのかわり警戒はしっかり頼んどくといいわ警視庁へ行って頼めばこんな際だから腕利きの警官を45名貸してくれてよそのような人に守られて秘密の部屋に籠城していればもう大丈夫よ少しつらいかもしれないけれど そうやっているうちに殺人魔が捕まっちまうと思うそうなれば万々歳じゃないのまあ素敵ねありがとうとカヨコは深く感謝したじゃあ紹介してねええと言った時に看護婦が帰ってきたらしく廊下の方から彼女の高らかに笑う声が聞こえてきた マキコは慌てて何を思ったものか傷のない手をベッドの布団の間に押し入れ物を探しているようだったがやがて探し当てたと見えて銀色の扁平な箱を取り出したねえ、かよこさんこれあなたにあげるわあらいいのよ遠慮なすっちゃ嫌よこれあたしの形見よ あなたはどうかうまく助かって幸福に生き延びてくださいね。その時はこの形見のコンパクトを使ってたまには不幸なあたしのことを思い出してちょうだいよ。ねそれがあたしにとって一番の供養になるわ。さ人が来るから。 早くしまったよ。佳代子はあまりにも悲しい友の言葉に形見というコンパクトを受け取りかねていたその時ドアがコツコツとなった「さあ大変」「ありがとう」と佳代子は一言礼を言うと慌てて帯の間にコンパクトを隠した。 疑問の男銀座尾張町の島田靴店からぬっと現れたのは例の若手刑事田代龍太郎だった彼は小脇に1個の紙袋を抱えていたその中には夕べ花籠真紀子の家の近くで格闘した快感の片方だけの靴が入っていたやっぱりあいつだった。 彼はにやりと微笑を漏らしたその靴の注文主はついひと前のことだったので靴店の方ではその人相をよく知っていたそれはまさしく河合恭一郎の人相と一致するのだったこれまでに河合恭一郎の行動には怪しい節々がたくさんあったそれが花籠まき子の遭難の夜 しかも現場近くに彼が現れたというのである偶然に気合わせたとはどうしても考えられない今度こそキャッツを逃がさないぞ河いさえ捕獲すればこの豪々たる本町避難の声がたちまち解消するであろう彼は尾張町の四つ角の交番によって本町を呼び出した電話機の向こうからは 不眠不休で詰め切っている捜査課長のかんばしった声が聞こえてきた靴について調査したところを報告すると課長の機嫌が一変してよくなった田代君お手柄だったと課長は彼の労をねぎらった後でなおも彼を話そうとはしなかったそれから君つい今の話だが矢吹佳代子がこっちへやってきたよ やぶき、というと、今度殺される順番の女ですね。そうそう、その通り。あの女は保護を求めに来よった。ぜひ助けてくれというのじゃ。先生、もうちゃんと逃げ込む巣を用意してござる。エンパイアビルの10階だ。独立した部屋だから、自分が入って外を警官に見張ってもらえば、決して襲撃は受けないで済むというのじゃ。 とにかく、この上、あの女が殺されちゃ、全く困るから、三人ばかり警官を貸してやったよ。今、出発したばかりじゃ。君も一度寄って、果たして安全な場所かどうか見てきてくれないか。はい、かしこまりました。田代刑事は電話を切ると、相変わらず半端の靴を小脇に抱えて、丸の内の方へ向かって歩き出した。エンパイアビルまでは、 十四五分の道の道りだったそこまで散歩を兼ねてブラブラ歩きながら今後の河合謙虚の作戦を考えるつもりだったけばけばしい日本劇場の縦ポスターの間を縫いそれから小倉井有楽町駅のガード下をくぐり丸の内の方へ抜けてた時のことだったふと左側の歩道を見ると一人の肥大官が洋服のポケットに両手を突っ込んだまま シアンありげに、やはり丸の内方面へ向かって歩いていく。その後ろ姿に目を留めた彼は、危うく大声を上げるところだった。あっ向こうを行くのは、確かに河合のやつだ彼は早速道路を横切って彼の背後に飛びつこうかと思った。しかし、待てよ。そこで彼は少し欲が出た。 こののままま捕獲したのではあまり興がない。本庁へ連れて行って泥を吐かせるとなるとこいつはきっとなかなか言うまいそれよりはこのまま少し河合の跡をつけて行ってあいつが何を始めるのかそいつを見届けた上で捕獲する方が調べるのにも都合がいいし彼の手柄を大きく見せるにも役立つと思った河合はつけられているとも知らない様子で ののこのこと広い空き地を斜めに横切っていく向こうに背の高いエンパイアビルが見えだした塀のある空き地の中には誰もいない昔建築仮事務所に使ったような広く傷んだ四角い小屋が3つ4つそっと塀の方に身を寄せているといった形だその陰に河合の姿は隠れてしまった いよいよ何かやるぞ。田代刑事は心中に北え園だ。早く近づいて何をやるか見たいものだと、身の危険も忘れ、河合の後ろ姿が消えたあれ小屋めがけて単身突進した。はぁて、いないぞ。そっと小屋の角から覗いてみたが、河いはいない。裏へ回ったのだろうと思った彼は、 さらに前進して次の一角から裏手の方を覗き込んだ。いない。これは変だ。と思った瞬間、彼はあまりに危険地帯へ入り込んだことに気がついた。しかし、それはもう遅かった。手を上げろ声を出すな硬いものが背中にコツンと当たった。 ピストルの銃口だ。彼はハッとしてもろ手を差し上げた靴の包みが脇の下から離れてドスンと地上に転がったこうなればもう相手の言いなり放題になるより仕方がなかった全く集態である山頂ほど先には警察があるいやもっと手前に交番があったそうでなくても つい二三十軒前の路面には自動車がやかましく警笛を鳴らして走っていたそんなところで体の自由を束縛されてしまったなんということだろう意地悪く小屋が邪魔になって辺りに並んでいるビルディングの窓からは見えない三方は平だこんなうまい盲点が帝都の中心にあろうとは 今今の今まで気づかなかなったさてこいつはこれから俺をどうしようというつもりだろう狂器を持った相手は後ろに立っているのだからさっぱり様子がわからないまったく困ってしまう田代さん動くとこのピストルの引き金を引きますぞと銃口がまた背骨に突き当たる 引くのはよせよ。銃声が上がると警官隊を呼ぶようなものだ。ところが、あいにくこれは消音ピストルと来ているのでね。へへへ。俺を刑事の田代と知ってどうしようというのだ。貴様は可愛いだろう。その通り、河合教一郎ですよ。おっと、もっと手を上へ伸ばして。 妙な姿勢の対話が始まった。田代さん、僕はこの恵まれた幸運の機会において少しばかり言いたいことを言わせてもらいたいのだ。第一に言いたいことは、あなたたちは見当違いの犯人探しをやっているということだ。あの連続殺人の犯人は、僕じゃないです。何とでも言うさ。 信じないんだね僕はむしろ被害者の一人だ事件の最初に愛する妻と目に入れても痛くないせがれと殺されているなに貴様はある原因から妻を疑い子供を呪っていたのじゃないか何だと河合が怒りにブルブルと震えるのが ピストルの銃口から田代刑事の体に伝わったそれから花籠真希子が襲撃された夜はあなたに靴を拾われてしまったが返してほしいのかいそこに紙に包んで落ちているよ余計な口を聞くとこいつが物を言いたくなりますよあの夜僕は電話で呼び出されて 偶然あの惨劇の家へ足を運んだのだ。僕が行った時には、すでに牧子さんはやられていた。電話じゃ証拠にならないことは、百も承知しているんだろう。と刑事は、さすがに恐れていない口の利きようだった。第二のことを言う。犯人を探すよりも、まず殺害予告を受けた婦人を保護したまえ。 その方が犯人を捕えやすい。この際は矢吹佳代子さんだ。あなたのように頭も腕も優れた人をよりすぐれたをりすぐって保護せにゃ、あの殺人魔を退けることは困難だ。お世辞を言うな。うん、うん、そうだ。ことによるとあなた方は、あの佳代子さんを真犯人と思っているのじゃないですか どうもこの事件は指輪の呪いから来ているように思う。呪いの指輪を持って無難な人といえば、目下のところかよこさんの他にはない。犯人であるところのかよこさんは、ついに襲撃されずに済むだろうと、あなた方は高をくくっているのじゃないか。うん。 警視庁へ保護を求めに来た加代子夫人が犯人という考えはすこぶる奇抜であるとさすがの田代刑事も唸った何しろあの夫人は不良性を持っているから怪しめば怪しめないこともないしかしこの時彼が野口老人の言った謎の言葉を思い出さなかったことは大失敗だったもしそれを思い出してもっと考えを突き進めていたら 事件は、その後、血生臭い惨劇を生むことなしにもっと早く解決したろうと、後になって思い合わされた。要するに、僕は犯人じゃないのです。いいですか犯人ではない。自分で証明したって何になるものか。自分で証明するのが一番確かです。 そんなバカなことがあるものか。君が犯人でないのなら尋ねることがある。なぜ逃げ隠れなどをせず警視庁へ出頭しないのだ。僕を脅かしたりするところを見ても貴様は怪しい。怪しくないとは言わせないよ、おい。今僕には殺人とは別のある目的があるのだ。だから、今のところ無理解な本庁へ引かれたくないのだ。 誤解しちゃ困る。じゃあその目的というのを明らかにすればいいではないか。そいつをちょっと言って聞かせたまえ偉そうなことを言ったって、俺たちの手を抜け出すことばかり考えたり、説明すべきところを尽くせなかったりして、それで不服を言う資格はないよ。これからちょっと僕と堂々してきたまえその方がいいよ、君。えおい 田代刑事が気が付いてみると肩のところに触っていたはずの河合の銃口がいつの間にやらなくなっているこれはおかしいこれは一つ思い切って後ろを向いたものだろうかそれともいきなり体を低めて後ろに立っているのを羽腰で投げ飛ばそうかどっちにしたものかと迷っている時 ふと前方1 0ルほどの板塀のところを飛鳥のように飛び越えていく人影を認めたそれはまさしく例の疑問の男川合恭一郎であったいつの間にか彼は田代刑事の後ろから去っていたのだったままで刑事は今までの我慢を一時に爆発させ憤然として逃げていく川合の後を 切れた糸どこから見ても真犯人としか考えられない河合京一郎だったその河合が妙な場所において妙な機械をつかみ田代刑事に言い放ったことはあれは一体本気なのだろうか本気とすればどこからどこまでが本気なのであろうか 僕は真犯人ではない、と河合は言った。しかし、あの男が真犯人でないとしたら、一体誰を検挙するのがいいだろうか。河合よりも殺人現場にしばしばいたという人間はどこにも見当たらなかった。どうして警視庁から逃げ回っているかというと、これには話せない目的がある。そうとも河合は言った。これなんかほんの申し訳だった。 結局河合恭一郎はだんだんと謙虚の日の近づきつつあるのを知って焦燥に耐えず仕方なく本庁の犯人見込みをかき乱しその隙間にどこかへ逃げ出そうという魂胆ではあるまいかやっぱり怪しいことでは随一の河合だったその河合は局を利用してどんどん逃げていくそれを追いかけている田代刑事の苦労さといったらなかった この野郎刑事は予備校をピリピリと吹いてはくせ者の後追い続けた河合はエンパイアビルの下を通り過ぎてその向かいにある5階建ての大和田ビルの入り口に駆け込んだ辺りに巡らしていた警官の一帯が警笛を聞きつけて河合が転げ込むと同時に大和田ビルの入り口をくぐったどこへ行った 野馬まで加わって大騒ぎとなっただがどこにも隠れていないではどこへ行ったのであろうそこで田代刑事は入り口を十分に警戒させ各階にわたって部屋だの押し入れなどをいちいち調べその上あらゆるエレベーターや階段に警官を配置し互いに連絡を取りながらどんどん上へ上がらせていったこうなれば もう蟻の吐い出る隙間もなかった見つかった。ここにいるぞ。ピリピリピリッ一人の警官が補助用の狭い階段を上っていくうちチラリと河合の姿を認めたのだった河合は荒れたる獅子のように局を狭い階段の中に踊らせながら駆け上がっていったどんどん上がってついに彼は屋上に現れた もう運のつきだ。近寄ってみろ引き金を引くぞと言わんばかりに彼はピストルを一同の面前に振り回した昼近くの太陽が重心の上にキラキラと踊っただが追撃隊はこうなれば持久戦だと腰を据え遠巻きに囲んで目につかぬほどじりじりと迫っていった もうこうなれば屋上の隅っこに追い詰められて身体極まるのがオチだった川合はまた一段身を退けたがそこにあった物置小屋の上にひらりと飛び乗った一同はおやおやと思ったいよいよ最後の場所だもっともその近くに一本の太い縄が空間をふらふらしていたそれは今まで追うのに夢中になっていて気がつかなかったけれど このビルの屋上から天空はるかに上げられているアドバルーンの支え縄だった。と言って、まさかあれに捕まってどうしようというのではあるまい。おやったな警官隊が驚く隙に川合はひらりと身を躍らせて空から垂れ下がっている縄にカエルのように飛びついた。そして死に物狂いで、あれよあれよという間に、 上の方へっって行った。見る見るうちに向かいのエンパイアビルの屋上と同じ高さと思われるところまでよじ登ってしまった警官隊はちょっとあっけに取られたもののさまで驚いてはいなかったもうこうなれば急ぐことはないと思った「海岸川いはなるほど今は手の届かないところにいるが彼はもうそれから先逃げるところがないのだ」 アドバルーンの綱を持ってエッサエッサと下に引けば嫌でも王でも彼の体はバルーンごと一緒に警官隊の手元へ入ってくるのだ一発二発のピストルぐらい撃つかもしれないがなあに放っておけばやがて空腹になって自然と降りてくるより手はあるまい警官隊は細木の中に閉じ込められた黒いネズミを見るように下から首をそろえて さも楽しげに眺めったしにめっだが一人だけこの空中ネズミをのんきに見上げていられないものがあったそれは田代刑事だった「これはおかしい」と田代は頭へ手をやった向かいはこっちより5階も高いエンパイアビルだ向こうの十階には殺害予告を受けている 加代子が入っているのだもし今ひどい風が吹き出してバルーンがエンパイアビルの方へ横倒しに吹きつけられたとしたらバルーンの支え縄はこの二つのビルの橋渡しをすることになるではないかさっきあの河合恭一郎から親しく聞いた不可解の目的のために彼はそうやすやすと警官隊に捕まる気持ちはないであろうそうだ と刑事は叫んだこりゃあエンパイアビルに入って矢吹夫人の様子を見届けてこないといけないひょっとすると彼は後のことを警官隊に依頼するとひちのようにその場を飛び出したエレベーターがのろのろと降りていくのがもどかしかった往来へ飛び出すと路面を斜めに横切ってエンパイアビルの裏口に飛び込んだ 曲がりくねった廊下に突き当たらんばかりになってようやくエレベーターの前に出た警視庁の,ものだ。頼むよ。大急ぎで10階へ。エレベーターガールは目をパチクリすると反射的に戸口を閉めて田代の体をぐんぐんと高層へ向かって運び始めた田代はちょっとめまいを感じながらも右手でお尻のポケットを探った。 その指先には固い物体が触れた。それは子宮を受けているブローニングピストルだった。今度は気栓を生成られないように、こいつを用意しなければならない。屋上でございます。と、ガールはエレベーターを止めた。10階だと言ったじゃないか。10階はエレベーターの出口がございません。屋上から階段をお降りになってください。 なんだ。屋上へ飛び出すと、アドバルーンが目の前にグロテスクな姿を見せていた。河合はすでに、婦人口論発売中と書いた赤い文字の上にしがみついている。おーい、田代さんと声をかけたものがあった。振り返ると、顔なじみの若い警官が折口のところから顔を出した。よ、 君は矢吹夫人を警戒しているんだろうな。そうです。広告気球なんか見ていて大丈夫なのかいええー。と、ちょっと決まり悪そうな返事をして。あっちの戸口は二人で番号していますよ。僕のいる間はいいが、帰った後でやっぱり部屋の入り口にいる方がいいよ。階段と廊下と、それから窓と。 どこからでも忍び込んでくるからね。はあ、今すぐに降ります。今は降りなくていいよ。南南西の風が風速10メートル以上になったら僕に教えたまえ。な、なんですって田代刑事の冗談は警官には通じなかったようであった。彼はコツコツと足跡をさせて階段を降りていった。 なるほど、その下に狭い廊下があって、部屋のドアが見えた。制服いかめしい警官が二人、人形のように立っていた。いや、ご苦労だね。と彼は声をかけた。こっちの様子はどうです全く異常なしですよ、田代さん。と、仙人の警官が言った。猫の子一匹へ上がった気がしません。 矢吹夫人は落ち着いているかねいえ、だいぶ興奮していますよ。泣いたり、喚いたり。ふーん。それから、5分も経たないうちに、どんどんとあのドアを叩くのです。と言って、入り口のドアを指した。そりゃ、どういうわけだね。いや、それは、矢吹さんを中へ入れて、外から鍵をかけてあるのです。 だから内部からはドアが開かないので開けてくれというのです。一人では恐ろしいのでしょうな。時々私どもの顔を見ないと。ドアの鍵が見えないが。鍵は私が持っています。と警官はポケットから銀色の頑丈な鍵を出してみせた。なるほど。ところで僕はちょっと部屋の中を見たいんだがね。 よろしゅうございます。今、開けます。ちょっとお待ちたまえ。そのうち夫人がドアを叩いた時でいいよ。もう叩く頃じゃないのかねそうです。もう叩きそうなものだとさっきから思っているんですが。さっきから思っているってと、田代刑事は目を光らせながら警官の腕をつかんだ。5分以上も経っているのかい。 そうなんですよ。今度は大変長い。もう十分以上にもなる。あの奥さん疲れちまって、長々とベッドの上に眠っているのじゃありませんか眠っているそいつは嫌だな。冷たくなって眠っているのじゃないかおい、ちょっとドアを開けてみたまえ。田代は我ながらつまらないことを口にしたものだとすぐに後悔した。しかし、 疑いを持てば即座に明瞭にしておかねばならぬ警官は腰をかがめて鍵を穴にさしてガチャリと回したドアは滑らかに内側へ開いたどうだ眠っているか田代刑事は警官の肩越しに部屋の内をうかがった「おや変だなあ」と警官は甲高い声を上げた もし奥さん矢吹さん田代は待ちきれず警官の体を押して部屋の中に飛び込んだなんというキーな部屋だろうがらんとした装飾のない広い部屋のブラインドはすっかり下ろされて室内はミイラの口のような大褐色の光線が充満していた東寄りの壁際に空っぽの信頼が一つ 向こうの隅には粗末な戸棚が一つ。それから部屋の割には少し立派すぎる鏡が一つそれだけが全重機だった矢吹夫人は今まで気が付かなかったけれど内側に開いたドアの影に問題の女矢吹佳代子がばったりとのけぞって倒れていたドアを開いたためにすぐには見つからなかったのだ あこいつは田代刑事はその瞬間に真っ青になってしまった倒れた夫人のそばに駆け寄って腕を取るともう脈がなかったまぶたを返して瞳孔を見るともうすっかり開いていた胸に手を差し入れてみたがもうかなり冷えていた不思議なことに 顔色ばかりはそう悪くなっていないむしろ赤みさえ加わっているように見えたここをやられていますよと警官が夫人の喉のところを指さしたそこにはひどくかきむしった傷跡があった赤い血がにじみ出していたとうとう第五の犠牲が出たそれにしてもいつの間に殺されたのだろう 彼は不思議な気がした。真犯人と睨む河合恭一郎はアドバルーンの下にぶら下がっているはずだったこの部屋までとても手が届くまい少なくとも第5番目の殺人は河合がやったのではなさそうだと言ってこの入り口のない部屋で被害者以外に誰もいないのに誰が殺したのか彼は背中がゾッと寒くなった あの指輪はどうしたろう死体の両手を調べてみた。はて、指輪はないそれではいよいよ、あの殺人魔の仕業なのだ。どこかに指から抜け落ちているのではないかと死体の周りを探してみた。しかし、指輪はついに見えなかった。ただ一つ、婦人の羽織の袖の下から、 半開きになったコンパクトが落ちているのを発見したばかりだったそれは第4番の犠牲者花籠真希子が形見といって彼女に送ったものに違いなかった彼女は真希子の祈りの言葉に背ぐいて殺されてしまったのだ今や連続犯行を繰り返す恐ろしき殺人魔の正体はすっかり手がかりを失ってしまった犯人がいない殺人 そんなものがあるだろうか。しかし本当は帝都の一隅から矢吹佳代子殺害の郊外の鈴が今にも鳴り出すのを楽しみにしている期待の殺人魔があったその恐ろしき仮面はいよいよこれからひんむかれようとしている甲賀三郎 前回までの検討いよいよ黒い虹は集回となった読者書氏はいろいろの意味で待ちかねておられたことであろう作者たる私はどうしても全数回にわたる陰逆極,極まる殺人犯人を探し出さなければならないのだもし全数回と同様殺人鬼を調量させて さらにもう一人の妙齢の美女を犠牲者のうちに加えていいのだったら、作者は全数回の作者たちに勝るとも劣らない陰惨な、そして巧妙な方法でそれを悠々とやり遂げるであろう。しかし私はそんなことはしていられない。殺人をやる代わりに、どうしても真犯人を見出さなければならぬ。さて、真犯人を探すとなると、 全く途方にくれるのだ藁の山からピンを探し出すほどの困難はないとしても三味頼政が綾めの前を見出そうとした時くらいの苦心は十分必要なのだ。全数回の作者たちはちっとも犯人を探偵することに骨を折っていてくれぬ殺人鬼の長領にばかり骨を折っているようだ。 これは無論探偵小小説説でななくて殺人小説なのだだから犯人を見つけようと命ぜられた作者は大変困るのであるところが世の中には助けるる神もあるのだ。作者は全然未知の人だけれども黒い虹に非常に興味を持った人だと見えて第一回から詳細に研究してその結果を親切にも作者のところへ書き送ってくれた人があるのだ。 その中にはなかなか傾聴すべき意見があって大変助かった私はここに比例をも顧みずその人の研究の結果を挙げさせてもらおうと思うもっともその人の文章は大変くどくどして分かりにくくかつ必要でない部分もあるから作者はその意味だけとって作者の文章として書いたからそのおつもりでご覧をこう以下しばらくその人の意見である 黒い虹における残虐極,極まる犯罪の少なくとも一つの重大なる鍵をなすものとして奇妙な形をした指輪があるこの指輪は夫が離れていこうとするのを必死にとどめようと努力していた河合恭子をしてなお夫の意思に反して断然指から離さしめなかったものであり彼女も第二の犠牲者も花籠真希子も共に指ごと切断して奪い去られたほど 根底のの深い秘密あありげなものである。ところがこの指輪の秘密となるとどの作者も言い合わしたようにその重大性をほのめかすだけで少しも確信に触れようとしないただ第3回の作者大下氏が近佳子の心境を借りて「指輪は京子や凛子たちとおそろいで女学校時代にこしらえたものだった」。そしてある理由から、 お互いにに一生涯自分の指にはめようと約束したたものだったと説明しているだけであるがこうなると指輪の秘密の重大性を疑わざるを得ない第1女学生時代に友人たちが寄って約束したということにそんな重大性があり得ようがないと思うそれに指輪は江戸川氏によると2匹の金の蛇がぐるぐると指をならまきして 双方から鎌首をもたげてぱっくり口を開いている真ん中に真っ赤なルビーが今滴ったばかりの一滴の血のように気味悪く膨れ上がって輝いているもので相当凝った細工でかつ高価らしいこんな指輪をたかが女学生のお揃いに作ることを家庭が許すだろうかしかも5人の女たちのうち秋元千佳子は学校の先生だし 花まき子はタイピストだしそれほど裕福な家庭とは思えぬ作者曰くこの着眼点は大変面白いと思うこのことについては読者書士がきっと後に思い当たることがあるであろうよし百歩譲って各家庭がおそろいの指輪を許したとしてもこんな薄気味の悪い衣装まで許すだろうかもっとも5人の女たちは見年だったかもしれないが 第2に涼子はあれほど真剣に指輪を指から離すまいとしていたのに秋元千佳子は机の引き出しの中に投げ込んでいるもっともこの女は学校の先生にも似合わない浅はかな女で留守中に来た未知の人の置いていった菓子をやにわにパクついている本人に会ってみなければ間違いかもしれないしその心配はないとしても事柄によっては菓子寄りを辞退しなければならぬ 相当の家庭なら未知の人の置いていった菓子折りをその人に合わないうちにパクつくことはまあないと思うこういう女だから言った言葉も当てにならぬかもしれぬが彼女が指輪を引き出しに入れていたことから言っても女学校時代におそろいでこしらえたある理由から一生涯指にはめていようと約束したその理由なるものは案外くだらないことであるように思うきっとね よといった程度の女学生的な真剣な約束であろうこの点同感である現に矢吹佳代子の夫は「あの指輪を持っておるそうでして」と言って佳代子が常に指にはめていなかったことを明示しているではないか次にこの犯罪を計画的な犯罪と多くの探偵たちが言っているが無論その通りで。 突発的ななものとは思われないしかし我々が普通に計画的と呼ぶのは手がかりを残さないようにもしくはある特定の人間に疑いのかかるように企らむことを言うので単に準備をしただけでは計画的とは言わない。この観点からするとこの犯人はむしろ露出強的犯人というべく 殺人を奇想天外な方法や華々しい方法でやって人々をあっと言わそうと思っているらしい彼または彼女または彼らは実に数多くの手がかりを残している例えば第一回の看護桶殺人事件であるがそもそも看護桶なるものは庭の木になるものでもなければ畳み込んでポケットに入る品でもない作者曰く 皮肉な言い方ではあるが着眼点は的を得ていると思うまた普通の大工ではちょっと請け負わない品であるし看護家を秘密に注文するということは非常に難しいことだと思うそれに第一大仏裏の空き家へどうして運ぶか犯人自身が運んだとしてもいかに人目を防ぐか第二の殺人にしてもそうである 道家師の衣装や骸骨紳士のそれは家庭で秘密に縫えるものではない必ずどこかにそれを作った店があるではないか探偵たちが一向そうした手がかりを利用しようとしないのはどういうものかそれは第二としてもこの数字の殺人事件がいろいろと手がかりを残しているところの露出強的犯罪であることは否めないと思う次に 野口老人という引退探偵が殺人事件がいつも月末に起こるのを指摘して女性犯罪者中に往々見いだされるメンスとの関係を暗示しているがメンスの関係による犯罪こそ突発的であらねばならぬ月末の末にはメンスになって殺人がしたくなるであろうから看護けを用意しておこうとか同家服を注文しておこうとかいうことにはならないはずであることに 二三回の殺人には毎回明らかに犯人が登場している看護家殺人事件では仮面に隠れていたが京子にはその素顔を示した彼は明らかに復讐期で涼子にとっては覚えのある人物だったそこに女であることの片りだに現れていなかったから男とせざるを得ない第二回の殺人では彼は同家服を着ていた 彼は京極凛子のアントワネットが倒れると医者と称してすぐさま凛子の体の上に押しかぶさるようにして診察を始めたその間に指輪のはまっている指を切断したことは疑いのないことである彼も確かに男である第3の殺人においても犯人は医師に仮装した犯人は往々同一の手口を繰り返すから 彼はおそらく第2回の時の犯人と同一であって元医師かあるいは医師の処世でもしていた男ではないだろうかすなわち以上のごとく3回にわたる犯罪はどうも女性とは考えられないそこに女性を思わせるような何もないのだ次にやはり野口老人の説で3事件を同一犯人の仕業だとするのがあるがこれもどうかと思う 前にも述べたとおり第2第3の殺人にはどこか共通点があり同じ露出狂的犯罪としても若干立地的なところがあり計画的なところがあるしかし最初の看護家殺人事件には立地的なところは少しもなくあくまで残虐な殺人閲楽的な犯罪である例えば彼が重大なる手がかりたるべき看護家を放置していった大胆さに比べて 秋元千佳子の殺人犯人が歌詞の残りを持って帰った最新さは大変な相違ではないかさらに第4第5の殺人に至っては全然別人の感がある本来探偵小説では数人の殺人を扱うのは考え物だとせられもしその場合には犯人が同一でないと面白くないとせられているのだが作者曰く全く同感この作品では やはり連作の欠点として連続性に欠けている作者曰くこの非難はやむを得ないところであるが黒い虹が探偵小説でないことはすでに述べたとおりでこれを殺人小説と見れば各人各用の殺人ぶりはなかなか面白いと思ういずれにしても5個の殺人を一貫して1人の犯人とすることは困難だと思う この未知の人の意見はいまだに多々書き連ねてあるが作者はこの辺で打ち切って作者本来の任務を果たしたいと思ういつまでも哀れな河合恭一郎を空中高くアドバルーンの紐にすがらせておくわけにもいかないし矢吹加代子の死体の始末もしなければならないのだから河合恭一郎の最後 大和田ビルの屋上ではいよいよ警官隊の作業が始まった田代刑事が心配していた南南西の風が吹き始めたのである風速はまさか1 0メートルはなかったがアドバルーンがゆらゆらと揺れ出してエンパイアビルの方へ流れ始めた恭一郎は数十尺の空中で両手と両足でまるで弾きざるのように必死に綱につかまっている。 さすがの京一郎もよほど疲労してきたらしい。バルーンの激しい動揺に連れてどうかすると振り落とされそうである。警官隊も空腹になったら落ちてくるだろうなどとのんきなことは言っていられなくなった。そこで引き下げ作業を始めたのである。アドバルーンの不要力は大してあるものではない。それにすでに人間一人の重みがかかっている。数人の警官の力では、 それはは大したた。仕事ではなかったバルーンは北北東の方に傾いて激しく揺れながらスルスルと加工を始めたそれと気づくと恭一郎は最後の力を振り絞って手の皮のすりむけるのも向こうづねに血がにじむのも無我夢中で上へ上へよじ登ったしかし加工の速度の方が速い恭一郎はじりじりと下げられていく とにわかり突風が起こった。バルーンは上向きの急激な横殴りを食らった不意を食らった警官たちは思わずよろよろとして中には綱の手を離したものもあったバルーンが3メートルばかり一気に上昇するのと横倒しになるのとほとんど同時だったバルーンは荒れ狂った大凧のように エンパイアビルの屋上をすれすれに越えていこうとしたとそのとたんに京一郎は風で吹き飛ばされたのか力が尽きたのかそれとも覚悟の上かエンパイアビルの屋上にマリのように飛び降りたお警官たちは空をあおぎながら一斉に叫んだ 〈この騒ぎを知らないで田代刑事はエンパイアビルの屋上の一室で矢吹夫人の死体を熱心に調べていた〉〈あまりに思いがけない出来事だったので死体を見た瞬間に殺されたと直感してしまったのだが考えてみると出入り口のない密室であるし喉にかすり傷があるだけで他に外傷がないしまず病死か自殺か過失死ではないかと考える方が死闘だった〉 そのうちで過失死ということはまず起こりえない年もまだ若い健康そうな婦人が急病で死ぬということもありえないといって自殺とも考えられないがしかし死を恐れるあまりかえって自殺するということはないことではない表面は健康そうでも精神の激動でいわゆるショック死を遂げたのではあるまいかそんなことを考えて 田代刑事はもう一度綿密に調べ出したのだだが元より医師でない彼にそんなことが分かりそうなはずはなかった彼は諦めて死体の周りを注意しだしたそうして最初に目に入った時には別に不審とも思わなかったところの半開きになって落ちているコンパクトを拾い上げたおっチラリと丸い小さな鏡を覗いた時 彼は思わず小さい声で叫んだ鏡に映ったのは彼自身の顔ではなく白くさらされたドクロではないかしかもその頭の上には2匹のいやらしい蛇が絡み合っているのだ田代刑事はもう一度鏡を覗いてみたが今度は彼自身の顔が映った3度目には またもやドクロと2匹のヘビが写った田代刑事にはやっと鏡の秘密が分かったこの鏡は直角に見えるとのぞいたものの顔が映り少し斜めに見るとドクロが浮いて見えるのだったよく飾り窓の広告などに利用してある仕掛けであるだが何だってこんな奇妙な仕掛けがしてあるのだろう田代刑事には、 どうやらこのコンパクトがいわくありげに思えてきた彼はコンパクトに顔を近づけてにおいを嗅いでみたさすがに矢吹夫人が持っていただけあってえも言われぬ高貴なにおいがしたが彼は次の瞬間にふらふらっと軽いめまいを感じた「うっ <laughs> 変だぞ!」田代刑事は思わず声を出したが すぐにコンパクトをパンと閉ざしてポケットに滑り込ました。閉めた。密室で死んだわけがどうやらわかりかけてきたぞ。死の原因はこのコンパクトだ。二匹の蛇の模様は例の指輪の遺症そのままではないか。おお、そうだ。指輪といえば、その秘密を知っている唯一の生き残りは花籠薪子だ。 しかも彼女は今瀕死の重症を負っている。死なれては大変だ。そうだ、ぐずぐずしてはいられない。田代刑事は瞬間にこれだけのことを考えて、片隅でぼんやりとしている警官に。僕は急いで行くところがあるから、君はここに番をしていて、他の警官に頼んで捜査課の方へ報告をしてもらってくれたまえ。田代は部屋を飛び出すと、階段を飛ぶように降りた。 読者諸氏はすでにご存知の通り10階にはエレベーターがなく屋上もしくは9階から昇降しなくてはならないのだ田代刑事は屋上に上がるより9階に降りる方が早いと思ったのだがもし彼がこの時に屋上に出たらちょうどそこに後頭部をしたたかに打ちつけてうんうんうなっている河合恭一郎を見つけたことであろうにちょっとしたことでそのチャンスを失ったのは あとから考えると非常に残念なことだった9階からエレベーターで地上に降りるとちょうどそこへ警官隊が飛び込んでくるのにあったどどうしたんだ田代が驚いて聞くと川合が屋上へ落ちたのです何田代は飛び上がりながら警官隊と一緒に再び屋上へ登った 屋上では恭一郎はもう規則圓厳としていたああたった23分の相違だったが田代がすぐ屋上に出たら恭一郎はもっと気が確かであったろうに恭一郎は苦しそうな息をつきながら「かよこの指輪」「かよこの指輪」 と言って手足をかろうじて動かしながら這うような格好をしていたかよこの指輪がどうしたんだ田代は京一郎の耳のそばで叫んだ近カ近チああ俺が殺した何近カを殺したのは君か その他の者も,も殺したではないか。近う殺した。前の奴に罪を塗ろうと思って、切り刻んだのだ。悪かった。君はもう死ぬのだぞ。みんな言ってしまいたまえ。知らぬ。 他の殺人は一切知らぬ。ああ、近子、近子、かよ子、かよ子の指輪。もう、京一郎の意識は朦朧としてきた。かわいく 京一郎君田代は必死に名を呼んだけれどもダメだったやがて恭一郎はがっくりと息が絶えてしまった花籠真希子の失踪秋元千佳子の殺害犯人だけは分かった そういえばこの殺人が一番手際が悪かった変装も素人臭かったし管理人の細君を変な薬を買いに出したり死体を刻む間同じレコードを鳴らし続けたり一つ疑われればたちまち尻尾を押さえられるようなやり方だったが恭一郎の処理だとすると思い当たるところがあるだが近子を殺した目的は田代はちょっと首をかしげたが それよりも彼の心を打ったのは、京一郎が呼吸を引き取るまで言い続けていた、加代子の指輪という言葉である。そうだ。花籠真紀子のところへ行かなくては。田代は京一郎の死体のことは警官に任せ、再び地上に降り立つと、円卓を飛ばして渋谷の白岡実費診療所に駆けつけた。田代は肩書き付きの名刺を出して、 花まきこに合わせてください。というと、受付の者は変な顔をしたが、応接室に案内して。ちょっと待っていてください。と言って引っ込んだ。すると、入れ替わりに委員らしい人が出てきて、言いにくそうに。花ごさんは退院しました。花ごさんは退院しました。何退院 そんなはずはないでしょう。と、委員は諦めたように。実は、病院を逃げ出しました。何そんなバカな重症じゃありませんかそれほどでもなかったのです。それにしても、誰かついていたでしょう。それが、ほんのちょっとの真似して。 付き添いに合わせてください委員は迷惑そうな顔をしながら花かごについていた看護婦を呼んだ看護婦は青くなったり赤くなったりして途切れ途切れ言い訳を始めたまさかお逃げになるとは思いませんでほんのちょっとの間部屋を出たのですけれども田代はイライラしながら遮ったその前に誰か面会に来ませんでしたか 姉さんという方が見えましたお断りしたのですけれども立ってと言われますので姉さんはいどんな様子の人ですかベールをかけていらっしゃいましたのでしかし大変贅沢ななりをしたちょうど花ごさんくらいの年齢の方でしてだんだん聞くと どうやらそれが矢吹佳代子らしいのだ田代は胸を躍らせながらどんな話をしましたか私は中座しましたので君はいつも病人についていないね田代はがっかりしながら言ったそんなわけじゃありませんけれども私が帰ってきますと ちょうどコンパクトのようなものを私になっているところでした。何コンパクトええ。姉さんはそれを帯の間に急いで挟まれました。花ごまきこが矢吹か代子にコンパクトを。皆まで聞かず、田代は椅子から立ち上がった。すぐ花ごを探します。もし帰ってきたら、今度は逃がさないようにしてください。 田代の頭は真紀子のことでいっぱいだった花籠真紀子彼女こそ矢吹佳代子を殺害した真犯人だいつか野口老人が暗示していたが彼女こそ数回の残虐な殺人の真犯人かもしれない田代は実費診療所を飛び出したどこと言って当てがあるわけではないがいつかの真紀子の隠れ家の富ヶ谷へ 第一番に駆けつけつる気だったところが彼はいくらも歩かないうちに思いがけない人に会ったおお田代さん向こうから呼ばれたので見るとそれは野口老人だったどちらへ君を迎えにさ私よ<を>おお。 大方、白岡診療所へ来るだろうと思ってね。心配しなくてもいい。花ごは僕のところにいるよ。えあなたのところにまあ、歩きながら話そう。実は、この間君が帰ってからよく考えたのだが、どうも、 最初からの三つの事件は密接な関係があるようで同時に一貫した同一犯人の手口とは言えんようなところもあるそれで考え直したのだがおかしく思ったのは花籠の傷害事件だ前の三つの事件では それぞれ多少の際はあるが、まあ手際よくやっているし、相当の準備もしている。ところが、花かごの時に限ってやり方がやっつけだ。手口がまるで強盗のようで、前の三つとはまるで違う。指が切られているという点は共通しているが、どうも腑に落ちない。 そこで頼まれたわけでもなし、もう事件に手を出すような気はもうとうなかったのだが、君も苦心しているし、ついやってみる気になってね。それとなく病院の様子を見ていたのだが、果たしてきこは病院を抜けて、どこかへ逃げようとしていたのだ。それで、 捕まえるというよりは保護だが、うちに寝かしてやる。そうでしたか。どうもありがとうございました。おかげで助かりました。田代はほっとして非常に感謝しながら。薪子は矢吹佳代子を殺害した疑いがありましたね。おうおう。野口老人は目を丸くした。 君はそれに気がついているのか。さすがだね。まったく君の推察通りだよ。何しろひどく興奮しているのでね。いつか君にちょっと言ったが、マキコこそ月に一回の触りに精神異常をきたす方の女だよ。 マキコは今ちょうどその興奮気でね、ふらふらとカヨコを殺す気になったのだ。その理由はまだ言わんがねえ。つまり、前の三つの事件にそれを結びつける考えで、まず自分が被害者になったのだ。首の傷も、 指を切断したのもみんな自分でやったんだよ何しろ精神に異常をきたしているんだからねちょっと常識で考えられないことをやるよそれに興奮気なので大して苦痛でもないらしいんだねこうしておいて佳代子を殺せば誰一人まきこを疑うものはないだろう お互いに例の指輪は持っているしさ、みんな同一犯人にやられたと思うだろうさ。だが、君がマキコを疑ったのはどういうところかね。コンパクトに呪いの印と毒ガスが仕掛けてあったんですよ。田代はコンパクトのことを手短に話した。おお。 野口老人は簡単してそれは巧妙だねじゃあ脅迫状は無論真木子が送ったんだねだがよく考えるとこの計画は無鉄砲だね加代子が恐怖を感じなければそれっきりだし病院に来なければだめだし コンパクトもうまく使ってくれなければいけないし、ただ都合よく運んだだけさ。もし一つでも黒えば、首をついたり指を切ったりしたことが全然無意味になるからな。まったく無鉄砲なやり方だよ。興奮気中の犯罪だから仕方がないが、 さあ、いた。ことによるといくらか興奮が収まっているかもしれん指輪の秘密野口老人の推察通り真紀子はだいぶ落ち着いていたので田代はポツリポツリと質問を始めてだいたい次のような告白を聞くことができた。 真子たちがもうやがて女学校を卒業しようという時に記念の指輪を作ろうではないかという話が出たそれを言い出したのは後に可合生になった涼子でたちまち賛成したのは矢吹佳代子に京極凛子秋元千佳子と花籠真紀子とはやむを得ずという形だったこの5人はそれぞれ家庭の事情を事にし気質も違うのだがどういうものか大の仲良しで 生まれる時は違ったが死ぬ時は一緒にというほどの中だったところでいよいよ指輪を作ることになって2匹の蛇の絡み合っている衣装を提唱したのがやはり可愛い京子だった飛び上がっていいわねいいわねと言ったのが矢吹佳代子素敵素敵と言って喜んだのが京極凛子黙っていたのが秋元千佳子 花籠真希子は反対だったというのは彼女の家庭の事情がそうさせたので母一人子一人のつつましくなければならない状態でそんな高価な指輪は容易に作れそうもないからだった近佳子の黙っていたのもやはり反対だったからで彼女の家庭もやはりそう恵まれていなかったのであるしかしそこは女学生らしい見栄もあり 何でも仲良くという義理堅さが手伝ってまず千佳子が南化し多勢に無勢で牧子もしぶしぶ承諾しなければならないようになった指輪が出来上がるとやはり良子の首相で互いに死ぬまでどんなことがあっても指輪を離さないと固く約束したのであるが牧子はこの指輪を作るためたった一人の母とはひどい衝突をするし指輪を作るためには借金こそしなかったが その無理がたたってすぐにひどい氷の金を借りなくてはならないようになって卒業後血の出るような苦しみをしなければならなかった彼女の母が間もなく病没したのも半ば以上その苦労のためだったつまり真希子は指輪のためにどれくらいひどい目に遭ったかわからないのでいつとはなしに良子以下の3人ことに言い出した涼子と 原家に賛成したわがままなカヨコをひどく恨むようになっていた。ところが涼子とリンコが非行の最後を遂げてしまったので、マキコはなんとなく胸がすく思いがしたが、反動的に恨みはカヨコに凝集して、ちょうど面す中の興奮状態にあって、責任を満着するためにまず自ら傷つき、しかる後カヨコを殺そうとしたのだった。 牧子が勤めをやめて行方をくらましたのは全くそうした釈罪のためだったのであるうーん聞き終わると田代はうなった指輪の秘密というのはそんな他愛もないことだったのか野口老人は何事か考えるようにいや他の4人はともかく。 涼子だけにはもっと深いわけがありはしないかこしらえようと言いだしたのも奇妙な意匠を考案したのもみんな涼子だというからそうかもしれませんね田代は口先では相づちを打ったが頭にはちっともまとまった考えが浮かばなかった彼は独り言のように付け加えたそうすると 恭一郎が死ぬ間際まで上ごとのように言っていた佳代子の指輪というのはどういうことなんだろうすると真紀子が口を出したみんな同じようにこしらえたのですけれど4人のは合成ルビーで佳代子さんのだけ天然ルビー何でもそのころ1万何千円したとかいうことでした それを聞いて少し分かってきたわい。野口老人は目を輝かして。田代君、可愛い京一郎の財産状態はどうだったね特別に調べてはみませんけれども、手広くやりすぎていましたし、それにあの貧困ですから、いい気遣いはありますまい。それで分かった。 京一郎は指輪を狙っていたのだ。もっとも、涼子のものはそんな値打ちでないことは知っていたろうけれども、二回目に凛子の指輪が強奪されたので、はてなと考えて、他の指輪に用意ならざる値打ちがあると思ったのだろう。商売は失敗するし、 殺人の嫌疑は受けるし指輪を盗んで高飛びをしようと考えたのだろうなるほど田代は大きな声を出したそうですきっとそうです京一郎は秋元千加子を学校に訪問しましたがそれは彼女の指輪がどこにあるか聞き出すためだったのです その時言ったことは半分でたらめでしょう。地下子からアパートの机の引き出しの中に放り込んであることを聞き出して盗みに行ったのです。殺さなくてもよかったのでしょうが、罪を前の二つの事件の犯人に塗りつけるために。え地下子は京一郎が殺したんだって。ええ、申し上げる暇がありませんでしたが、 一郎が死ぬ間際に自白しましま千近子の指輪が大したものでなかったので彼は真紀子以下を狙い始めたのです真紀子の家の付近をうろついてとがめられたのもそのためです最後にいよいよ彼は佳代子を狙い出した彼が私に他に重大な目的があると言ったのは指輪のことに違いありません彼はピストルを私に突きつけて逃げましたが 実は、かよこのところへ行くためだったのです。彼は危険にさらされながら指輪のことばかり思い詰めて、しまいには少し気が変になっていたのでしょう。ですから、後バルーンによじ登るなんて気が狂ったみたいなことをしたのです。最後まで、かよこの指輪のことを言っていたわけも、それでわかります。うーん、よくわかった。 と君の言うとおりに違いないもう少し早く京一郎を見つけるともっと詳しく聞けたんですが地下子以外のものは殺さないというのがねええ死に際にまさか嘘は言わないと思いますでは良子と凛子を殺したものはほかにあるそれから はなぜ変な指輪をこしらえようと言いだしたかそれは涼子殺害犯人のみが知っていることだせっかくあとの三つの事件の謎は解けても前の二つの事件が解決しないので野口老人と田代刑事はがっかりしたように顔を見合わせた真犯人 涼子を殺害した真犯人は作者はこれを短い枚数で報告しなければならないことを悲しむなぜならそれこそ一辺の物語をなすに十分なだけの紆余曲折を経て発見されたことなのだから恐るべき犯罪はやはり現場に遺棄してあった看護家から発見した看護家の注文主は なんと、良子追悼式の司祭だった。異病患者のように青い顔に強度の金眼鏡をかけたあの牧師だった。読者書士よ、驚いてはいけない。牧師にだって殺人者がないとは言えない。むしろ悪人が牧師になっていたのだが、それに考えてみれば、葬式を司る牧師なればこそ、 疑われないで看護家を注文することができたのだまた読者書士よ追悼式のあの際牧師以外の難人が良子の写真を凛子のそれと誰にも気づかせないですり替えることができたろうかそう着せよ彼が写真がすり替えられていることを指摘された時の朗媒ぶりと金言さをまたそう着せよ 彼が涼子を殺す時に漏らしたものすごい笑いを「もしあなたを恨んでいるものがあったらさぞさぞ胸のすくう思いがするでしょうね」といった薄気味悪い言葉ああこの牧師こそジキル博士にも劣らぬ恐ろしい二重人格者であったのだ涼子は女学生時代にふとした過ちから蛇のような男につきまとわれた。 これが後の牧師である。涼子が彼の望みを退けて川井氏と婚約を結ぼうとした時彼は執念の蛇が絡み合う指輪を良子に送って「これを一生指にはめていればよしもし話すようなことがあったら何時には無論のこと川井氏にまで呪いの厄災を降り注ぐぞ」というひどい恐喝の言葉を添えた。 涼子は夫や子供に災害の及ぶことを恐れて弱くもその言葉に従うほかはなかったがその忌まわしい指輪を一生指にはめている口実を作るために同級の親しい友人をそそのかして記念のためと称して同じ指輪をこしらえさせたそして互いの記念のために一生指から話すまいと誓い合ったが正直にその約束を守り 夫の不機嫌を犠牲にしてまで指輪をはめ続けたのは結局涼子一人だったのは当然の結果だった佳代子なんかいつの間にか指輪のことさえ忘れていた現に彼女の夫矢吹氏は「前にはそんな話はなかったですが今日聞くとやはりあの指輪を持っているそうで」と言って指輪の存在を知らなかったくらいだ。 涼子は健康上の理由から鎌倉に移り住んだがここで牧師は涼子の美しい姿と夫や子供に対して献身的な心情を見せられてかえって真偽の炎を燃やしとうとう殺意を生ずるに至ったその陰虐極,極まる殺人ぶりは第1回において読者書士の肌に泡を生ぜしめたところである彼はなぜ凛子を殺したか 1> 第1凛子は女学生時代に彼と良子との関係をうすうす知っていた唯一の人間であり第2凛子は密かに恭一郎と相許していた形跡があり第3追悼式の時さすがに涼子の写真を見るに忍びず憎んでいる凛子の写真とすり替えだがそのことを凛子に悟られた恐れがあり第4 仮想舞踏会で凛子が恭一郎にささやいた「謎が解けた」という言葉を道家服を着てそばにいた彼は盗み聞いたのでたちまち殺意を生じまず毒針で彼女を刺し混同するところを見て医師と称し診察する封をして本当に殺してしまった指を切断したことには意味はない全て殺人隠虐者のする殺人には意味のあるものはないのだ この殺人法は故意か偶然か恭一郎が千佳子を殺した時に踏襲している恭一郎の脱ぎ捨てた骸骨紳士服にセルフタイマーが仕込んであったのは無論殺人鬼の牧師が後に企んだものである誰だって服にそんなものが仕込んであれば気がつくしそれに第一いつ凛子と踊るかわからないのにセルフタイマーを仕掛けておくことができるわけがない すなわちセルフタイマーは後に仕掛けたカムフラージュで実際はそばから毒針をついたのである恐るべき殺人鬼は間もなく講師刑に処せられたそれと前後して花籠牧子もついに傷がもとで死んでしまったことを付け加えておく